帰りましょうか。はい、とりあえず雪道があると思って雪道訓練も兼ねて帰ろうかと思ったんですけれども、ほとんど雪はありません。はい、なのでちょっとあったぐらいで、はい、あとは全然普通の、ただ雪は降ってますね今ね。はい、ちなみに外の状況はこんな感じです。はい、ですのでこれでですね、東京まで帰るということで行きたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかピンが来てないからワイパーちょっと一回入れてもらっていい？あ、大丈夫だね。はい、OK。さあ走り出しました。皆さんこんにちは。あ、今日お昼だもんね。ちょうど昼時ですね。はい、兵藤さんはカレーを食べて、はい、あれですか、胃もたれですか？胃もたれをしてたのでちょっとお肉は抜きましたカレーは、胃もたれしててもカレーは食べる。カレーは食べました。なるほど、了解です。 目の前雪見、少しだけちょっと、はい、はい、雪が乗ってる状況で初雪道ドライブですね。はい、うん、今日はあれだよね、あの氷上も走ったし、この間ちょっと圧雪路のクローズドの場所でも、そうですね、運転はやったんで、はい、行動初です。行動は初ですね。はい、とはいえまあほとんど雪になってないという感じではありますが、はい、切り足中の方もいると思いますが、よろしくお願いいたします。あれ全然だね。全然ですね。あ、ちょっとね、ちょっとね、山ん中なんで状況がね、電波状況が悪いかもしれないんですけど、そこら辺はちょっと、はい、あ、いいねだけ押してくれる、ありがとう、ありがとうございます。ちょっとうっすらとなんか雪が積もってるぐらいの感じですね。はい、今日でももっと滑りやすいところ運転してたからね。はい、そこに比べれば全然滑んない方だとは思いますけれども、ね、静かですよね。相変わらず静かさが売りでございますね、このストレイルさんはね。はい、お久しぶりにリアルタイムでご覧になっていただいてありがとうございます。ありがとうございます。今私たちは、ビーナスラインを通って茅野の方に下っていく感じかな、これは。はい、こういうあれだよね、長い下りで、はい、まあ今はほとんどアスファルト見えてるけど、これで雪だったら、ね、だこういう時にあの E ペダルをオンにして、あ、今 E ペダルでした、ごめん、 E ペダルだったのねE ペダルをオンにしてあげると、はい、滑らずに減速できるんで、その安心感があるっていうことですよね。まあちょっと慣れが必要だけどね、 E ペダルはね、はい、こういうところも E ペダルすごい安心感ありますね。そうそうそう、このカーブがまさにね、その瞬間だよね。はい、普通だったらブレーキ踏まなきゃいけないところだから、そこを踏まなくていいのが安心感が出るところです。さすがに慎重です。はい、うん、こういうところもね、やっぱ雪道だと右カーブは外の雪壁にぶつかる可能性があるし、左カーブは対向車線に出る可能性があるから、特に下りはすっごいみんな緊張すると思うんですけど、そういうところでブレーキペダルを踏まなくていいっていうのは何よりもの安心感ですな。今日もあのね、はい、あそこの女神湖の氷の上でブレーキ踏んで全然止まりませんみたいな体験をしてると思うけど、ね、ずっと滑っていっちゃうじゃない、はい、それが、ね、回避できるだけでもありがたいよね。まあ、今日は曇りだったんで表情が締まってていいところもあったけど、みんなが走ってるとやっぱどうしてもツルツルしてきちゃうんで滑りやすいところもあって、ミューがね、場所によって違ったっていうのはね、あってね、そんな感じで、はい、マイナス6度なんだね。マイナス6度ですね、寒い。
まなみさん、ありがとうございます。こんにちは。私も久しぶりにライブ参加できました。ありがとうございま す。久しぶりです。ナイスパでございます。いやでも静かだな、この静けさは。長距離走る上でね、この音があんまり聞こえないっていうのはやっぱね、いいですよね。いいですね、うん、疲れにくく。疲れにくい、はい、エクストレイルの場合、特にエンジンが駆動使ってないから、あの振動が出づらい、その、なんていうんだろう、マウントになってるし、あの音も遠くで鳴ってるようにしか聞こえないのがいいところですよね。雪もなんかもう止んできてしまいました。東京は雪降ってるんでしょうか、皆さんどうでしょうか、教えていただければと思います。まあ、東京以外の方ももちろんいるだろうか、ね、住んでるところで雪降ってる人もいるかもしれないですね。いやしかし静かだよこれ。黙ったら結構静かだよシーンってします。シーンってするよ。ちょっと黙ります。めちゃめちゃ静かです。気まぐれピエロさん、アリアの E フォースの試乗動画はまだ先でしょうか。ナイスパでございます。もうちょいですね。アリアの E フォースの試乗動画というか、あのエンバーゴがかかってて、1月30日以降にアリアの E フォースの動画が出せるんですけど、ただまだあの女神湖で乗った試乗だけなんで、要するに氷上でしか乗ってないんで、いわゆる普通の道路を乗ってるのはまだもうちょい先ですね。はい、気まぐれピエロさん、ありがとうございます。楽しみにしてください。もう少々お待ちいただければと思います。ちょっとさ、ここさ、左に曲がってみようか。はい、ちょっとあれ、ここも普通の道だな。普通ですね。ちょっとだけ上がってみましょうか。南に進みます。およそ600メートル先、左方向です。全然普通でした。もしかしたらちょっと雪があるかなと思って上がってきましたけれども、ありません。ないですね、うん、もうちょい先まで行って戻ってきましょうか。じゃあちょうど今エンジンかかってるんで、うっすらエンジンの時聞こえてると思います。ピタゴラスまで行ってみよう。ピタゴラスリゾートまで、はい、もうちょい上がればもしかしたら少し圧雪になってるかもしれないから。お、少し雪が、このまま上がってこう。左方向です。無視していいよ、はい、左行けないからここ。あ、右方向です。お、これは戻ってくるとき緊張しますよ。下り側の方がありますね。うん、下りの方が、まあやっぱり上りはさ、みんな書いていくからさ、あの減りやすいよね、こういうところは。はい、この間のほら稲城のスキー場もそうだったでしょ。はい、上り側は減ってって、そう、下り側はちょっとね積もってる状況が多いよね。右方向です。滑りますか？滑らない。全然滑ってる感じしないです。おお。あと1キロぐらいあるのかな。1.3 キロ。東に進みます。
およそ600メートル先、左方向です。雪道教習になってます。まあ、ここ乗りが、ない。あれ、ないです。もうじゃあ、多分もうちょっとで上着くから、はい、そしたら戻っていきましょう。行動はまだ乗ってないもんね。まだ全く乗ってないです。うん、この間猪苗代を電停した時はほとんど行きなかったもんね。はい。800。あ、左方向です。800メートルの方に行って戻ろうか。ちょっとだけ寄り道。およそ200メートル先、右方向です。もうずっと左方向です。あ、ここで U ターンしよっか。じゃあここ入って、はい、でここぐるんと回って、ここでそっち深いからちょっとバックして、およそ300メートル先 U ターンします。はい、 OK、 じゃあ下っていきましょうか。はい、はい、E ペダルはオンで、はい、ブレーキはなしで多分行けるはずです。うわ、ドキドキする。俺もドキドキする。1.5 キロ道なりです。怖い、やっぱり。多少なんか滑ってる感じが。アクセルポンって離してみ。全然まだない。ちなみにまっすぐになったら、ここでちょっとブレーキボーンと踏んでみ、はいはい、こういう感じですね。今 ABS が来てズルズルズルって滑ってきましたけれども、はい、はい、じゃあブレーキ踏まないで、はい、少し離してあげれば、あの減速度出てるでしょ、減速度、はい、つかみながら下っていくのが良きですね。あ、第3ベーシックメンバーありがとうございます。ありがとうございます。ただありがとうございますっていうだけの余裕はあるという。ここは結構勾配もあるから、はい、まあ緊張するわな。もうちょい緩めた方がいいな。そうなんですよね。でもブレーキ踏まないのは楽でしょ。楽です、うん、これはな、ワンペダルで、そうそうそう、下っていけるので、うん、普通に踏んでて曲がる時だけちょっと緩めてあげればブレーキが、その時かけられる最大のブレーキでかけてくれてるんで、はい、人間が足で踏むよりもいいですね、その意味では。しかも E フォースの場合は、もう前後モーターの回生でのブレーキも取ってる上にメカニカルブレーキを協調制御してますので、その時の状況に応じて最大限の制動を、はい、しております。ワンペダルは運転しやすいですね、はい、お、ダイさんありがとうございます。改めてメンバーありがとうございます、はい、本当におよそ300メートル先、左方向です。本当にプチ雪道でしたけれども、はい、
一応緊張感を伴いながら運転してエクストレイルの安心感を、はいはい、得たと。左方向です。言えばライブの中でマキさんがひょうちゃん呼びされてるの聞いたことないような。インカさんどういう話。やっとまりひょうちゃんひょうちゃんって言ってますけど、ひょうどうさんとひょうちゃんを使い両方使ってます。その時の気分で。ひょうどうさん真面目なんで、ひょうどうさんって言った方が、まあ、真面目キャラには合ってますね。キャラ的な。そう、キャラ的な。どっちかというとね、ひょうちゃんっていうともうちょっとおっちょこちょいな感じのキャラがどうしてもね。なんかひょうちゃんってなんか、うん、なんかおっちょこちょいなイメージあります。そう、まあ、ひょうちゃんってあの崎陽軒のシューマイの醤油が入ってる入れ物がひょうちゃんって言うんだと思うんだけど、確か知ってる？知らんか。パッと出てこないですね。ガラスの、あ、陶器のなんかやつなんですけど、そう。見てる人はね、知ってると思うんだ。ひょうちゃん、皆さん知ってると思います。これです。おー、それがひょうちゃん。そう、崎陽軒のしかし、至って普通だな。そうですね、うん、まあ、横には雪ずっとありますけどね。道においては、そう、全くでございます。あ、なっちゃんかめさんの地元は一気に動けなくなるぐらい雪降ったってことかな、すごいね。あ、ハマリンさん、ありがとうございます。エクストレイルでも満充電だった時は下り回生力はだいぶ変わりますか。ノート経験者なので。エクストレイルは多分あれじゃないですか、機械メカニカルも協調制御してるから満充電でもそんなにフィール変わんないんじゃないですかね。今どんくらいなんだろうな、ちょっとそのままにしてて、はい、普通に運転してていいよ。あ、今ほぼほぼ満充電に近いところで走ってますけれども、はい、回生 E ペダルの効きはどうですか、ちょっと話してみて。やっぱ別に結構グッてきてるよね。きてますけど、はい、はい、という感じでございます。京都さん、昨日は、はい、遅くまで仕事してたんですか。はい、してました。何時まで仕事してますか。あ、でも11時過ぎぐらい。あ、そうなんだ。はい、寝ました。温泉行きましたか。あ、昨日はお部屋のお風呂に済ましてました。あ、そうなんですか。はい、よいしょ。僕はあの、着いてすぐにゴミ担当お風呂に行きました。無限シャンプーやりました。無限シャンプーやりませんでした。無限シャンプーしませんでした。ゴミ担当2人で入って出てくるところに日産の加藤博義さんが来て、はい、昨日加藤博義さんとずっと話してたね。はい、お話しさせていただきました。何、いろいろためになるお話聞けた。昔のお話、貴重なお話とか。おう、あの人が現代の名工って言って、はい、日本のあの人間の重要文化財みたいなね、あの賞をもらった人だからね、うん、そう、 GT ミスター何GTR みたいなもんですからね。無限シャンプー受けてる人。およそ400m 先左方向です。いやー、この皆さんに雪道をお届けしようとしてたんですが、全くです。期待に添えず申し訳ございません。全く、ございます。左方向です。
ここ左？あ、違うね。あ、でも違う。まっすぐで大丈夫。まっすぐでいいよ。なんかすごい、すごい道案内してたね。西に進みます。およそ800メートル先、左方向です。今別のあれで音が聞こえたね。二重で聞こえてます。うん、お、普段は何車乗ってるんですか？ WRX の STI に乗ってます。 WRX STI だそうです。木村さん、ありがとうございます。ナイスパです。いなり寿司を食べながら見てますからね。飲み物ありがとうございます。飲み物ありがとうございます。改正の制度感は変わんないよね。変わんないですね、うん、さあ、あれ消えちゃった。また雪がちょっと。ああ、本当だ、雪降ってきた。うん。しかし路面は全く大丈夫。4、3、2、1。はい、青になりました。水曜どうでしょうって知ってる？あ、見たことないです。ああ、およそ600名。今このライブを見てた人は今のね、片側通行の信号が変わった瞬間にね、はい、あのカブがウィリーしてぶつかるシーンを思い出してる人が多分いっぱいいたと思いますけれど、名シーンですか？名シーンがあるんです、はい、多分そういうと分かってる人がいっぱいいると思います。ウィリーなとか言い始めてる。そうです、ダルバヤウィリー事件です。まさにその通りです、はい、そう気になりますね。そこまで言われるとめっちゃ面白い。水曜どうでしょうね。水曜どうでしょう、傑作ですよ。左方向です。続いて斜め右方向。本当左曲がります。とりあえずでもまっすぐでいいかな。なんかすごいとこ通そうとしてるよね。そうですよね、さっきから、うん、攻めてるよね。そういえばリンカさんのナビはどうなりましたか？車の。あ、ナビ壊れたってやつ。はい、なんか治りました。治ったの？多分なんか治ったってなんだよ。接触かなんかだったのか。叩けば治るナビ。今の時代に叩けば治るナビを使っている兵藤さんでございます。はい、あ、さっきのとこ曲がるとこのトラックが出てくるところに出てくるっていうね。おーい、出るんかーい。まさかと思ったら出てきました ね。マメさん、ありがとうございます。ありがとうございます。しかもまさかと思ったら出てきた割にはゆっくり走るみたいな。マメさん、せっかくなんでメッセージも入れていただければと思います。今日はね、実は女神湖で氷上の試乗会だったんですけれども、まあ氷上試乗といってもですね、ハンドリングコース、それとスラローム、そして定常園の、まあそのぐらいしかないんですけれども、そこでですね走行するということで、いろんな車で走ったんですけれども、まず最初に我々はハンドリングの方で、試乗してですね、そこでは、電動車がメインですね。エクストレイル、サクラ、そしてアリアの e-force、 これはまあちょっと言えないので、情報解禁があるのであれですけれども、その他に、GTR とかですね、Z とかですね、そういった車なんかも乗ったということでございます。あ、フリート鶴根大好きおっさんさん、
まなぶさんと兵頭さんのコーヒーでありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、そんなところで乗って午後じゃないや、後半はスキットパッド、定常園のところと、スラロームがあったんですけれども、そこで5、6台の車をこう特回引っかえ乗っていくようなそんなですね、体験をしたんですが、そこで。いつもだったら1台ずつ撮影して、スキットパッドやってスラロームやってみたいなことをやってるんですけれども、今回はですね、ガソリン大丈夫だよねまだね、はい、今回ですね、その定常園のところで兵頭さんにずっとですね全部の車で定常園をやってもらうっていうですね、そういう練習タイムにしました。それがだから撮影したものは一応あるんですけど、それが果たしてコンテンツとしてどうなのかっていうのは分かんないですけど、見てみないと、まあでも出すと思いますけれども、兵頭さんが一生懸命ですね定常園をしてる様子がですね、そのうち公開されますので、はい、でもまあ兵頭さんは定常園なんで5台ぐらいでやりましたけれども、はい、かなり上手です。いやいや、上手にできるやつとできないやつがありましたけれども、でも初めてやったでしょ、はい、ああいうのは初めてです。初めてにしてはすごい上出来のね定常園でしたね。ありがとうございます、はい、なかなか難しかったですか。難しかったですね、うん、あとやっぱ繊細な、特に表情だと、そう繊細な操作が要されるの、 そこがちょっと雑になっちゃうとすぐに姿勢が乱れていく要素になるからね、はい、そこを体感しながらの試乗、あ、試乗というか定常園をやったっていう、はい、一応定常園って回っただけじゃなくてドリフト定常園なんで、スライドさせてこの車に角度がついてる状態をキープしてもらうということをやりましたので、カウンターステアも当てつつのみたいな感じで、はいはい、回りましたね。まあやりやすかったやりにくかった車っていうのはいろいろあるんですけども、そのあたりはまあ動画でですね皆さんに見ていただくということで、はい、楽しみにしていただければと思います。はい。もうそれ終わって我々はもう帰り道ということですね。紹介は午前枠です。そうです。あ、もう下降りてくると周りにも雪がほとんどない。全くね。状況です。立て品を抜けて、これはスワミ南から来たんだっけ？ああ、確か。スワミ南に向かってるはずです。表情動画も楽しみにしてください。今日もあれだね、湖の上に立つとメキメキ言ってたでしょ。言ってました。あれさ、アリアの横でメキメキ言われるとめっちゃ怖いよね。なんか重いからさ、はい、なんか最初撮影するときに遠くに立ってたじゃないですか、うん、その時なんか車が通る後に、うん、なんかゴリゴリメキみたいな音がしてするんだ。怖いと思ったでしょ。もう地面からして、俺なんかああいうところ行くとちょっと高所恐怖症みたいな感じがしちゃうっていうかね、自分の立ってる下がすごい深いんじゃないかと思ってドキドキしちゃいますね、はい、でもなかなか怖かったです。お、なんか今コメントが来てた、見落とした。お昼はもう食べました。カレー食べました。僕も兵頭さんもカレー食べました。996の 4S 買いました。991と2台持ちになりました。猫と彼ら大好き30代さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに私は996の彼ら 4S は乗ってたことあります。これターボボディのワイドのやつですね。はい、なかなか良かったですね。あれもね。およそ400メートル先、左方向です。天ぷらチェーン店から参加しますって。
天ぷらチェーン店ってなんだろう、どこだろう。これはそうだね、これはナビ通りで旅館ですな。昨日は多分向こうに行ったんだね。左方向です。そうそう、ここまで来てこっちに出てくることなく白いミニバンの方に行ってたけども、今日は左方向です。はい、近いでございます。アニメフリーと鶴根さん、その通りです。およそ200メートル先、セリガサワを右方向です。右方向です。京都さん、なんで今日は胃もたれしてるんですか。はい、なんでなんですか。昨日の昨日なんか食べたやつが、なんか脂っこいものを食べましたっけ、覚えてないですけど。あ、豚の角煮かもしれないです。ああ、なるほど、食べ過ぎましたか。美味しかったんですけど。でも胸や…あ、胸やけじゃない、胃もたれしてもたれてるけどカレー食っちゃうところが若者だよね。普通食わないけど。野菜トッピングにしてたとか。およそ400m 軽めにしました。軽めに。野菜ドッピングしたからって、しかも野菜素揚げだから余計にもたれんじゃない。要素としては確かに油吸ってますからね。うん、あ、この道結構ガタガタしてたよね。そうですね、雪が降ってるな、これな。はい、左。はい、11km 道なりです。これが昨日向こう反対側から来た時に景色がいいですねって言ってた道ですね。今迷ったでしょ。迷いが見えた。前が一瞬緩めたんで止まるのかなと思ったら行ったんで、うん、行きました。ゴミさんとのメルセデスの試乗会のわちゃわちゃね、ありましたね。今日も、お、なんか前の車が避けたので行ってください。はい、今日もですね、ゴミさんとカレーを食べましたが、わちゃわちゃはしませんでした。そういえば最近そういうの撮ってないな。もうみんな疲れちゃってるから。合間に撮影する気力がないから。パスながらここで今リセットして帰りの燃費もちょっと見てみよう。アルさん、ナイスパです。こんにちは。新型エクストレイル乗ってます。スポーティーにカスタムしたいなと思ってるんですが、とりあえずこれやっとけ的なことがあれば教えてください。手軽なのからゴリゴリまで教えてもらえるとなお嬉しいです。まあそこまで僕もね知識があるわけじゃないですけれども、さっき
きね、試乗会に行った時にエクストレイル試乗車あったんですけれども、そこにですねアクセサリーの装着車あったんですが、あのフロントにあのライトの下の部分にですね黒いガーニッシュみたいなのを入れるアクセサリーがあるんですけれども、あれが入るとだいぶいかつい感じになってあのかっこよくなりますので、そこはすごくいいかなと思いますし、それは僕はもし自分だったらやってみたいカスタムの一つかなというふうに思います。ちなみに今のこの期間限定レポートエクストレイル号もですね、2月の頭にですね実はアクセサリーをいくつか装着しますので、それはあのご紹介させていただきますのでよろしくお願いいたします。あとね、まあ、やってみないと分かんないですけど、どうかなと思ってるのはあのこのボディカラーなんだっけな、このステルスグレーか、ステルスグレーの車はこれブラックのツートーンなんですけれども、ルーフがブラックでね、でサイドから見ると、ウィンドウの上の部分にメッキのモールがついていて、さらにドアの下の部分にメッキのですねあのパーツがですねついてるんですけれども、これをちょっとなんかブラックアウトした方がかっこいいんじゃないかなとは思ってるんですけれども、まあ、やってみないとわからないんでちょっとそこはあれなんですが、暇があったらねあのサイドから撮った写真のモールの部分だけちょっと色を変えてみるっていうのを PC 上かなんかでやってみるといいかもしれないんですけども、あとはエクストレイの場合はね、それはあのパーツじゃないけどオーテックが出してるエクストリーマー X っていうよりハード仕様っていうかオフロード的な仕様があるんですけど、それはかっこいいのでそこを参考にするのは一つありかなっていうふうに思います。そんなところです。ありがとうございます。そして738人の方、もしよろしければいいねをポチッと押していただけるとありがたく思います。やばい、眠くなってきちゃった。寒いところから暖かいところに来ると眠くなりますよね、ね、すごい。でも兵藤さんの特技はあれでしょ、そうです、運転してるときは絶対眠くならないんでしょそうなんですよ、特技、能力というか特殊能力ねえ、すごいよね、俺には信じられない運転してたら眠くなるときは眠くなるんだけど、まあそれがないという人ですから、はい、このまま僕が寝て、ね、東京まで運転してもらってめっちゃいいんです運転好きですからね、はい、特にこういうところは、あ、そうなんだ、こういうなんか開けた道とか特にいいですね、はい、旅に来たって感じです、旅に来た感じが、また雪ちょっと降ってきたもん、パラパラと降っております。あ、眠い、明日も朝早いですよね。そう、明日も朝早いよ、明日は7時半の新幹線東京駅だから、あなたは別の場所から8時前ぐらいに乗ってもらいますので、はいはい、そして明日は秋田でございますからね、天気は大丈夫なんでしょうかね、これね、ちょっと心配だな。今日の午後は積雪急増、車の立ち往生の警戒って書いてあるから、九州はもう暴風雪警報が出てます。市街地でも注意は必要ですと。
ダメだめっちゃ眠い。昨日夜結局何時まで？2時じゃない、12時ぐらいだね。あ、結構ね。うん、12時15分ぐらいまで。あれ、音を拾っちゃった。この俺のスマホの音が聞こえてきちゃったよね。こっちで見ちゃうと音が出ちゃう。あ、そっか、スマホが繋がってるとそうなっちゃうんだね、多分。あ、うん、ちなみに皆さん、この右側のですね、はい、はい、こちらは、蓼科自由農園ですね、原村自由農園なんですけど、ここは結構いろいろお野菜とかがですね、あのいっぱいあるので買い物して帰るといいですよ。今日は買い物しませんけど、なんか地のワインとかも確かあるので、はい、それをもうなんか買って帰ったことありますけれども、まあ美味しかった気がします。覚えてませんが、リンゴもたくさんあるんだ。あそこ長野だとリンゴですよね。そうですね、リンゴですね。12時まで麻雀、いや麻雀じゃなくて、ちょっとあの皆さんとあの部屋飲みを少ししました。その時ヒョウトさんはお仕事されてました。なんか雪がすごい、あ、すごい降ってきたね。なんか粒がなんかひょうまでとはいかないですけど、ね、とあられっぽい感じの。自由市場よく行きますっていうコメントもあります。カネゴンさん、ありがとうございます。あ、またこれつないだら聞こえちゃう、これが。よいしょ。お、なんか雪がね、今のとこ積もってたね。200メートル先、山を右方向です。右方向です、右方向です。お、なんだこっちの、あ、こっち真っ白だね、左ね。はい、急になんか、あ、太郎さん、ナイスパです。ありがとうございます。ナイススーパースティッカーですね。ああ、いや、もういい。もうここだけ積もってます。400メートル道なりです。ちょっとワイパーを。今もワンペダルで走ってますね。今信号で止まったのはフットブレーキで止まってますけれども、はい、お、ボルボックルさん、ナイスパです。ありがとうございます。ありがとうございます。ボルボックルさんが、低身長の嫁が保育園メインで運転するんですが、買い替えてスポーティーな車を探しています。おすすめありますか？現在 XC40 です。そうですね、
XC40 はなかなかいいですね。スポーティーな車か、 SUV がいいのかな、どっちですかね。 XC40SUV だから、また SUV でスポーティーなのがいいのか、そもそもスポーティーな車なのかっていうところですね。そこがちょっと気になるところですね。はい、笠子さんはいきなりナイトボットからタイムアウト処理をされてますね。JR さん、ありがとうございます。安全運転で、はい、ありがとうございます。竹野さん、ありがとうございます。安全な運転で移動します。低くてスポーティーね、なかなか難しい質問ですね。スポーツカーなのかな、それは。でも奥様メインだとそうじゃないよね、きっとね。スポーティーみたいな感じですね。ややスポーティーなのかね。そこら辺がちょっと、まあゴルフ GTI とかねまで行っちゃうのかね。それともフェアレディ Z みたいなのまで行っちゃうのか。難しいですよね。フェアレディ Z まで行くと2シーターだしね。うん、86BRZ とかだったら4シーターだけど、後ろは狭いから本当に子供がちっちゃくないとダメだしね。ゴルフ R バリアントは確かにね、スポーティーかつ実用的でありますので、そういう意味ではいいかもしれないですね。あ、ちょっとあのセルフで燃料入れますか。右、あそこの前。これはね、ひょうとさん、あのガソリンのマークを見ると書いてあります。矢印が、はい。ありがとうございます。ちょっとじゃあ入れますんで、まあ、お待ちください。ナイスパです。眠気覚ましのコーヒー代のありがとうございます。え、エクストレイル2年待ちなんですね。あ、そう、私も思いました。レボーグいいと思います。スポーティーで荷物も乗るし、後ろも人座りやすいし。アジシオさん、こんにちは。カメラを、はい、内側にしました。あー、なるほど、確かに視点燃料が廃油だとちょっと辛いですよね。またシビックいいですね。あー、シビックの EHEV とか。ちょっとカメラ出して。はい、ごめんね。いいよ、閉めてて。はい、エクストレイルはこの給油キャップが蓋がないやつです。なのでこのままぶっ刺せば、あ、間違えた、廃浴の方にいいっす、こっちだ、はい、こっちをですね、はい、このまま刺せばそのまま蓋がね、はい、こんな感じです。いや、まあ廃屋入れても全然問題ないから、レギュラーには。
さすがにね軽油はまずいけど、あの普通のレギュラーに廃屋入れるのは全然大丈夫です。よし、このくらいです。で、はい、こんな感じでございます。で、このまま、はい、レシートが、あれ出てこないの、レシートが出てこない、レシートが出てこない、まあいいや、はい、寒い、レシートが出てこなかった、レシートなしっていうのをしてたのかもしれないわかんない。カード生産してるから多分大丈夫だと思います。前のラーメンうまいんだ、へえ。少し飛び出すレシート番が、へえ。よいしょ。速度にプロパイロットをオンして青ボタンを押して、で制限速度ぴったりに合わせてください。燃費がどのくらいいくかっていうのもね、5キロぐらいにしてもいいかな。一回コンってやればそうだね。プラス5キロ。まあ、メーター誤差もありますのでね。諏訪南かな、今乗ったのは。諏訪南です。雪は今降ってはいますけど積もってはないということですね。うわでもすごいね、勢いが結構、うん、あるね。細かい雪がパラパラと。外気温はマイナス1度でございます。ご飯食べました、カレーを食べました。試乗会のあのお昼が出たのでそこで食べました。あれ外気温計マイナス1度だけど今高速道路の外気温計はマイナス2度だったな。
ているのは少し畑に積もってますね。うっすらと積もってきてます。だからあの女神湖は明日とか明後日とかすごいんじゃない、きっと、ね、今日でさえあんなに寒かったのに、ね、今日めっちゃ寒かったでしょ、はい、外出てて朝やばかったですね。ね、朝やばかったね、確かに。あ、ジョリーさん、マラン、一応は辰巳高崎でありがとうございました。先々週の一応元さんでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。明日は都心も氷点下なんだ。外気温計の外気温ってどこで測ってんだろうね。確かに俺も知らんな。どこにあるんだろうね。確かに。ボンネットグリルのあたりなのかな。どうなんだろう。俺は測ってないわそれ。教えて偉い人。わあすごいすごい。これ外にいたらかなり、そうですね、うん、きついよねこれね。左フェンダー内なんだ。北海道は今朝マイナス15度、インスパイアさん、セカンドカーで車を新たに購入しようと考えています。年間1万キロの走行距離です。1台を5年ほど所有するという図段カセットローン一括支払い購入、その他良い購入方法があればご教示いただきたいです。僕は残価設定ローンかな。やっぱり一括は余裕あるんだったら一括でいいと思いますけれども、あのその分お金はね一回でドカンと払わなきゃいかんってなるので、そうなるとなかなかね、そういう意味じゃ残価設定だと楽ですよね、うん、僕はいつも残価設定にしてますけどね。ただ車によってなんですけど、リセールが低い車だと残価設定の場合最終回に払うお金と下取りがですね、足が出る可能性がありますね。そこだけ気をつけないとってことですね。でもまあ人気な車だったらそこら辺心配しなくていいんですけれどもっていうところです。ちなみに今燃費計はどのくらいかと申しますと、今 15.5 ですね、はい、15.5 キロパーリッターでございます。車の外気温、BMW ミニはバンパーのホースメントについてるんだ。フロントバンパーの裏側が多いんだ。京都さんに聞きたいのですが、娘の車を買うのですが、NX350 かエクストレイルで迷ってます。女性的にどっちがおすすめですか？NX じゃないですかね、やっぱり。はい。NX350 かエクストレイル。でも NX 女性が乗ってたらやっぱエレガントだなって思いますけどね。はい。ただこの人言ってる多分 NX350 っていうのは 2.4 リッターのターボエンジンで、はい、メカ四駆の 8AT の車ですね、はい、と電動のエクストレイルとかですね。京都さんは。NX というご意見だそうです、はい、あとはこれまでの運転の慣れを考慮すると、もしかしたらエクストレイルの方がいいっていうパターンもあるかもしれないです、ね、なるほどということだそうです、はい、ジーブニー
5ドア人気出ますかね。まあもし日本で売られれば人気出ること間違いないでしょうけれども、日本で売られるのかっていうところにやっぱりね注目ですよね。はい、果たして日本で売られるのかどうか、ここが一番の注目点だと思います。ちなみに私が聞いた情報をお伝えすると皆さんをがっかりさせてしまうかもしれませんが、日本での販売はないというふうに今アナウンスされています。スズキの広報の方に聞くとそういう回答が返ってきます。このあたりはどうなるかですね。声が大きければいいような気もしますけれども、果たしてどうなんでしょうか。都心に住んでると寿命が短くて値段の高いスタッドレスに履き替える必要があるのか悩みますね。スタッドレスの寿命は大体どれくらいですかね。まあ一概に年数では言えないですけれども、まあ、3シーズンぐらいが多分あれじゃないですかね。5シーズン行くと結構厳しいんじゃないですかね、うん、っていうところですね。なので都心に住んでると、まあ、スタッドレスタイヤを履く必要性っていうのはどうなのかっていうところを皆さん考えますけれども、私の回答は履かなくていいんじゃないのっていうことだと思います。で、じゃあ雪が降ったらどう積んですかっていうことが来ると思いますけれども、いや雪が降ったら乗んないでいいんじゃないですかっていう話ですね。多分年間で都心で雪が降るのは1年に2日か、まあ、多くて3日ぐらいなんで、そこの時だけ乗らないっていう選択肢でいいんじゃないでしょうかね。はい、私の車も1回もスタッドレス履いたことないですね、3年で。ああ、そうだよね、はい、だからもし雪降ったらどうすんのってなったら、いや乗らないですっていうことでしょ。そうです、そういうことだよね。ナオトさんも一度も履いたことがないですって人ね。そう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 、まあ、うちらみたいな、だから仕事してると1台スタッドレスのやつがあった方が嬉しいよね。あの今日みたいな取材はね、やっぱりスタッドレス履いてないといけないので。そう、という感じですね。まあそういえばうちも BRZ のスタッドレスあるんだけど、今そうだ、スタッドレスに交換しようと思っていて、ついついこの時期になってしまって、もうちょっとするとこのまま変えなくてもいいんじゃないかぐらいの感じになるからね。本当にね。 MKT240240 さん、もう標準走行終わったんですか。終わりました。でもスタート早かったからね。そうですね、8時から走ってましたからね。そっから昼までやってましたからね。アリア E フォースの印象は1月30日以降でないと言えないことになってます。ウィアーネットはスタッドレスの場合は修理しないといけない、ね、本当に、ゴーセイさん、まあね、スタッドレス買ったことないです。振ったら毎回諦め派です。それでいいと思うよ。雪の日まで乗りたいとか乗らなきゃいけないってなかなかよっぽどな理由だよね。やっぱね。そういう意味だよね。まあオールシーズンっていうのが一つの手ですよね。まなみさん、ジムに行ってきます。まなぶさん、ひょうちゃん、どっちお気をつけて。ありがとうございます。ナイスパーでございます。まなみさんもジムに行って、ね、トレーニング頑張ってください。頑張ってください。
この候補者でいろんなスタッドレスを比較するみたいな企画は予定してないですか。そうですね、今のところはそこの予定はないですね。趣味がスキーなので都心部済みでもスタッドレス必須です。空き地で雪取りするのが密かな楽しみですなるほど。ハマリンさん、ようやく e-power のラスボスが今月末に出てくる。そうですね、はい。せいやさん、情報公開日を設定するのは速さ追求するあまり質が悪いレビューを避けるためなんですかね。いや違いますね、これはまあいろんな事情があるんで、それは例えば今回は、1月30日に設定されているのは今日が24なので我々だけが取材しているわけではないので、昨日は、新聞とか経済メディアだったし、今日から一般のその自動車媒体だったんですけど、明日もさ、ね、表情試乗する人たちもいるし、明後日も表情試乗する人いるんで、まあ金曜日まで多分やってると思うんですよね。で金曜日が27日ですから、27日までやって、そっからみんな一斉の背で出してほしいってなった場合は、まあ、30日に設定してるのはそういう理由ですよね。土日を挟んで月曜日からということですね、はい、そういう今回はそういう合わせ方ですよね。だから試乗したものが初物があるときはそういうふうに試乗する日によって最初にね、エンバゴがなければ最初に行った方が当然一番最初に出せるんですけど、みんな、ま、その公平性を保つために30日にしてるっていうやり方もありますし、あとは車の発売日との兼ね合いで日を設定する場合もありますし、とかいろいろですね、逆に設定しない時もあるってことですよね。チャンさんが NX35002 ゲームタターブです。車体価格を抑えてオプション全部乗せになる予定です。参考になりました。受注再開になったら申し込みしてきます。おめでとうございます。おめでとうございます。あと彼らさんが残価設定の最終期限まで乗ることってあんまないですね。確かにその通り。はい、裏カンオフロードとカウンタックどちらに乗ってみたいですか。ボルボックさん、どっちも乗ってみたいですね。カウンタックはもうね乗ってみたいですけどね。車買うときにホイール付きスタッドレスをつけておくといいです。なぜかスタッドレスの乗り心地がいいでしょう。まあタイヤにもよりますけど、大体でもスタッドレス履くとサイドウォールが硬いので全体的な振動は出やすくなりますね、はい。エルカタリストさん、自分が対応しててもスタッドレスが必要な環境に普通の車が回されるとやはり危険は感じるわけで、車でを控えるのも賢いですよねって。そうだから雪が降ったら行かないっていう話ですな。HIS ハットさん、動画編集の時間を取ってくれてるわけではない。まああのあれですよ、割と最初の方に来てくださいって言われることありますけど、それはなるべく編集のためのストロークを取ってくれてるっていうところもありますよね。そういう呼び方をしてくれるところもあります。ナオトメタルさん、質問すいません。現在 540iM スポの純正タイヤ、ミシュランのランフラットから非ランフラットに変えたいんですが、とにかくロードノイズを抑えたものでおすすめありますでしょうか。まあレグノとかそこら辺のね高級タイヤは静粛性はだいぶ上がると思いますけど、その
分ハンドリングのキレとかそういう部分は多分失われてて、そこがまあ悩ましいところではありますよね。はい、なのでそういう静音系のなんかタイヤにしてあげると音はだいぶ変わりますけれども、車全体のパフォーマンスを見たときにそれがベストマッチかっていうとそうではなくて、まあ置いたタイヤってやっぱりその車を開発した時にそのついてるタイヤがまあほとんどなわけですけれども、まあ特に BMW なんかはランフラットになっていて、まあその乗り味がゆえに硬いというふうに言われていて、まあ非ランフラットになる場合もあるんですけれども、要件としてはその車の BMW のシャシー作りはランフラットを前提にした、シャシーの作り方をしているので、多分そのバネとかダンパーとか、いろいろそのあたりの乗り心地に関わる部分においてランフラットとベストマッチする、タイヤのに求める性能っていうのを設定しているはずなので、それを非ランフラットの、OE タイヤじゃないものに変えてしまうと、まあバランスが崩れる可能性があるのと、当たりはそのランフラットじゃなくなるので柔らかくなるかもしれないけれども、それがシャシーとマッチするかどうかっていうのが微妙なんで、そこはまあ慎重にした方がいいなと思いますし、まあ、BMW の場合は M モデルが、例えば M5 かとかはおそらくランフラットじゃないタイヤを採用しているものがあるので、それがなんかサイズ的に合うんであればそこを選んでもまあいいのかなっていう気はしますけれども、最近でも BM 乗ってもね全部ランフラットでね、ある程度の硬さはもちろん感じるけど、でも昔に比べたらはるかにランフラットであるかどうかが分からなくなってきてるから、まあマッチは今すごくしてると思うんですけどね。すごい今リッター 24.1 キロを指してますね。まあ下り基調なんでかなりいい燃費になってますね。世界の YT さん、なんか文字絵文字とかアルファベットが続く言葉を入れるとナイトボットが勝手に削除しちゃいますのでお気をつけください。アリア E フォースの評価ドキドキしながら待ってます。240240MKT さん、ありがとうございます。新 G パーさん、スタッドレス買ったことありますが一度も雪道を走ることなかったので手放したら翌年雪が降りまくりでしたって、まあ、そういう時もありますよね。KK さん、車を買い替えたら良いタイミングはいつでしょうか、目安などありましたら教えてください。まあこれ人の感覚によるんですけど、一般的にはね7年とか8年で大体皆さん買い替えるみたいなイメージなんですけど、まあ、人によってはもっと短いですし、僕なんかの仕事してると2年とかで買えちゃう場合もありますので、そこら辺はですね人によって違うんですけど、あとは自分が今乗ってる車で買い替えようと思ったら、その思った時に今乗ってる車の装備が最近の最新のモデルとの装備と比べてだいぶね、違うようだったらやっぱりそろそろ変えた方がいいんじゃないかなみたいなところもありますよね。例えばなんか最近の車で言うと運転支援がついてますとか、あとはなんだ、まあ、ライトが LED のやつになってますとか、室内にアンビエントライトがありますとか、モニターのキーナビがついてますとか、あとはそうだな、アンビエントライトがついてますとか、そういうところはまあ装備的にね、あとシートヒーター、シートベンチレーションみたいなねところもありますよね。そういうところですかね。ちょっと待ってくださいね。ナセ
ラティのグレカールの使用予定は一応あります。まだちょっと先ですけど借りてくださいっていうのが来てましたんで借ります。ボックスとアイスの乗ってきますっていうジョニーさん、ぜひリコとカレラさん、PDK でいいので992の GT3 が欲しいね。あの音はもう出ないよね、確かに。あ、ルマンも静かだね、インスパイアさんね。はい、ありがとうございます。静かなタイヤ、ルマンもありました、レグのルマン。はい、ボルボックルさん、 UX が新型出たこれも抽選なり、まあなるかもしれないですよね。ヒズハットさん、車両開発の段階でタイヤは決まってるってことですか、実際どのタイミングでタイヤって決まるんでしょうか。まあ車のやっぱりその開発の中で、開発の途中からそのもうタイヤは一緒に開発し始めるので、どの段階だろうな、ある程度もちろん形になってきてからっていうことだと思いますけれども、そこで、メーカーが各タイヤメーカーさんに、こういう仕様でっていうのを、まあ、リクエストして、それに、まあ、タイヤメーカーさん答えるみたいな感じです。あるいは、まあ、タイヤメーカーさんがこんな仕様でどうですかっていうのを提示してきて、それを採用するかどうかっていうところですね。で、まあ基本的にだからチェック項目がいっぱいあって、それを全て満たすタイヤが合格品というか、要するに選ばれるタイヤなんで、例えば、BS とミシュランと横浜が3銘柄あって、その3銘柄が1台の車に全部ついてたとしたら、BS もミシュランも横浜も全部同じ到達すべきチェックポイントを全部クリアして、基準をクリアしてるタイヤっていうことになるので、性格的にはかなり近いものになるっていうことですよね。だけれどもそれぞれのメーカーとしてのちょっとした、まあ、違いがあるので、そこで装着タイヤによって少し差が出てくるっていうことなので、ダイナミックスの性能の高さとかそういうところ静粛性なんかはもうある一定の基準を必ずクリアするものがあるので、はい、それで揃ったものっていうことになりますね。ラングラーが履いているマッド&スノーのタイヤはどこまで雪に強いんでしょうか。まあね、 MS はあんまり信用しない方がいいと思います。だからマッド&スノーだと雪が積もってるところで、例えば今ちょうどエクストリア走ってますけど、この坂を雪積もっててもマッド&スノーだったら登れんですよ全然。だけど同じところを今度下りになった時にちゃんと食って降りてこられるかって考えると、それはその限りではないですし、特にラングラーとかはそれなりに車中があるので、それはね気をつけた方がいいです。私昔マット&スノーを履いた海縁でですね、このぐらいの緩い坂を登ってですね、レンジローバーの後についていってですね、でレンジローバーがその先で何も撮影する場所ないから戻ろうと言って同じ場所を下っていったところですね、僕もまあ少し離れたところからついていって降りたんですけれども、前の方でレンジローバーが 300m ぐらい手前かな、 300m ぐらい前でレンジローバーがブレーキランプをかけて止まったので、あ、気をつけようと思ってブレーキを踏んだ瞬間にですね、海縁がずーって滑り始めてですね、もう一回も止まることなく、レンジローバーに激突するという事件が昔あったんですけれども、そのレンジローバーに乗っていたのは清水和夫さんで、僕が清水さんのレンジローバーに海縁で突っ込んだというですね、ことが昔ありました。気をつけてください。W1243、フォルクスワーゲンのセダンは RT4 のみになってしまいました。日本はもとより世界的にセダンは不人気なのでしょうか。その通りです。セダンは売れる時代ではなくなってしまったのです。なので今一番厳しいとされているのは E クラス5シリーズあたりのセグメントがかなり厳しいというところで、はい、
一番いい例で言うとレクサス GS っていうのが同じクラスに入りましたけれども、もはやなくなっています。なのでもうその段階でセダンはですね、上のセダンか下のセダンに、まあ、集約されつつあるという状況もありますし、なおかつそれも結構売れなくなってきているので SUV にスイッチしてるっていうのが、まあ、現状であります。はい、お近くまで来て来られてたようで、昨日から見てました。あ、そうなんですよ、ジャムチャンネルさん、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。鬼氷さん、改良後 CX8 を試乗予定ありますか。まだ候補者が来てないんじゃないかな、確か。はい、来たらやります。情けないようでたくましいさん、はい。新型プリウスの機についてキントだと2ヶ月で納車できるそうですけど、それってどうなんとおっしゃいます。まあだからキントでそのやっぱり広めたいっていう理由もあるから、キントだとね2ヶ月で納車ができますよっていうのは一つの売りにしてるってことですよね。まあやっぱりこういうサービスをどんどん使ってほしいというそんな思いもあってですね、いろいろキントは試行錯誤してやってるうちの一つということですね。エクストレイルのパワートリアは次期エクリプスクロスに採用されるんですかね。どうでしょうね、はい。HIS ハットさん、タイヤも同時開発になることあるんですね。ありがとうございます。そうなんです。だから例えば、まあ、タイヤのメーカーのですねテストコースに行くと、まだ出てない新型車両が結構置いてあったりするんですけれども、それはその車のテストをやってたりするっていうところでありますよね。優勝さん、3シリーズツーリング 320D のマイチェーンの終了といえば、そうだ、借りなきゃ、これ忘れてました、はい。あ、オーラーって来てますね。マルチェロさん、マルチェロさん、ありがとうございます。中原さん、現在の車の乗り換え買い替えタイミングを外して19年目に突入です。イースト25年ぐらい乗ってやるつもりだけどパーツ供給が悪いです。まあそうですよね、長く乗るっていうのはね、いいことですけどもね、はい。マルチェロさんの質問が、これ何、これポルトスペイン語、ポルトガル語、わかんない、ちょっと読めない。インスパイアさん、たびたびの質問で恐縮です。国内では日産、海外ではボルボやメッセージなど続々と新型のピュア EV が出てますが、ファーストカーで EV は早いでしょうか、性能やインフラ面。まあインフラだよね、だからね。あと自分が住んでるところが一軒家だったらまだいいでしょ。それと住んでる地域的にインフラがどうなってるかっていうところですよね。まあでも最近乗ったけどやっぱりね、茶でも使うんだったら50キロワット以上がないとダメだから、どうする、まだ行ける、まだ行きます。じゃあもうちょい行くか。はい。そこら辺がね、ちょっとね。例えばだから、そうだな。容量の大きな EV を乗って、あんまり茶でも期待をしないんで、使うっていうのは一つあるかと思います。だから、僕は東京に住んでますけれども、箱根まで行って帰ってくるぐらいだったら、容量が大きな EV、だから、まあ、電池の容量がまあ60キロワット以上の EV ですねとかであれば、何にも心配せずにプンプンって帰ってこれて、あとは家につないで、まあ、次の日の朝よっぽど早く出ないんであれば充電できるのでっていうような使い方するんだったらいいかもしれないですよね、はい。あとだから遠くまで行く長距離をよく使うってなるとすごい大変になってくると思うんで、そこですよね、はい。乗り味走り味はもう内燃機関には全然届かないレベルの世界を持ってるので、そういう意味では完成度は高いですけどね、車はね、 EV はね。はい、三菱もセダン復活は夢の先ですね。そうですね、
ハリカさん、レクサス IS 側の攻撃が復活してこないのは不思議ですね。これはね、レクサスはね、IS が残ってるんじゃなくて、IS が古すぎるっていうね。IS が登場したのは2013年とかだったと思いますけれども、だから今の IS は、キャリーオーバーして作ってるわけだから、まあ、あれですよね、原価は焼却してるというか、そういう車で生き残ってて、対する CT も普通に同じぐらいの年かもっと前から作ってたけれども、モデルチェンジはせずに、さらに、CT もじゃあ IS と同じように、あれですよね、ビッグマイナーして生きながら得させてやるかどうかの判断を考えた時に、まあ、それに値しないという判断を下されたっていうことですよね。コウキさん、小さい頃憧れた車ばかり買ってしまうので、なかなか最新の車の購入に踏み切れません。そろそろ年式の新しい車を考えるべきでしょうか。まあ僕はこういう仕事してるんで新しいに越したことはないと思ってますし、まあやっぱり車はね、乗っててその見た目の良さとか内装の、ね、良さとか走りの良さとかっていうところでの魅力っていうのはもちろんありますけれども、一方で安心して乗れるとか安全に乗れるとか、まあある程度ミスしてもカバーしてくれるとか、そういうことを考えると新しい車、年式の車っていうのは装備もね、そのあたりがいいですよね。クランリーさん、セダン不人気ですか。今クラウンがいろんなタイプのモデルを出す予定ですが、スカイラインはクロスオーバーもかつてあったので時代が早すぎたということですかね。スカイラインも多角的に戦略組んでほしいなと思ってます。まあスカイラインもだから次があるかどうかっていう話ですよね。そこが悩まで、クラウンもいろんなやつ出しますって言ってたけど、なんか一説によるとセダンタイプはなんかないかもしれないみたいな噂もありますもんね。テンパーダイヤ引退者で最近は、そうですね、最近はないですよね。だからね、パンク修理キットが多いですよね最近ね。シンジーパワーさん、エクストレイル契約して半年以上経ちます。11月1月5月納車予定、もう1年待ちになりそう。うわー、結構待つんですね。ボルボックルさん、 M3 ツーリングも見てみたいですね。タローリュウさん、エクストレイルのハンドル支援、センシングはハンドル全体でやっているようですが、昨日のライブでは部分的にしか反応しないとのことでした。これは個体差でしょうか。いや、これ全体でやってるんですかね。どうなんですかね。なんか、あ、でも出ないね、ここに引いててもね。あ、そう、そうですね、ずっとここに来てますけどね。はい、なんか、なんでですか、なんでだろうね。人を選ぶんですか、ね、人を選ぶんですかね。それでもここら辺に若干当たってるからいいってことなのかな。あ、そうなんですかね。ちょっと試しにもっとそこら辺もちょっと持ってみて。タローリーさん、今やってます。カリカさん、クラウンはセダンは全幅1880でパレット入らずだね。そうっすよね、でっかくなってますからね。あ、中原さん、休憩時のお二人のコーヒー代ありがとうございます。ありがとうございます。マルチェロさんの、あ、ハビダンさん、ありがとうございます。テーマは何ですか。テーマはトゥデイズテーマ、そうですね、これはドライブライブですからね。はい、トミーさん、 M2CS レーシングの賛成はなさそうですね。ボルボックルさん、 GT3 や NFA やらとんでもない車を乗ってるおじさんたちを見ていて、兵頭さんはいつの日か手に入れたい車は何ですか。ドドン、ズバリズバリ GTR です。 GTR です。兵頭さんは今日メガミコで GTR に乗ってすごい喜んでました。はい、はい、喜んでましたね。はい、カリカさん、 IS もマツダ6と同じような熟成系だったんですね。そうです。どこで TNGA 系に変わったつもりで誤解してました。実は違います。だから IS500 とか乗るとちょっとそのシャシーは一世代前で、ね、5リッターエンジン乗ってるから、それを古いと評するか味わい深いと評するか、なかなか、ね、悩ましいところではありますけども、
いい感じですよね、逆にね。はい、トムスさん、走りが楽しい古典的な MT と最新 EV の2台持ちしてそうですね、それはいいですね。お、我が家のすぐ横を通過している藤健さん、通過しました、ありがとうございます。牧野さん、クラウンセダンは先月中国でお披露目がありました。あ、じゃあそれが出るんですね。一説によるとないかもなっていう話がねありましたけどね。新型ボールボックスさん、セダンがなくなってもクーペ、ハッチバックが一番近い存在になるかも。まあそうですね。あとはまあ、ああいうクラウンクロスオーバーみたいなね、新しい形も出てきますからね。トムスさん、新型クラウン街中で見かけるとめちゃくちゃ迫力があってかっこよかったです。今度試乗しに行くことを決めました。まあ結構目立つよね、やっぱね。いい意味でも悪い意味でも違和感ありますよね。BMW X さん、今日 T シャツ届きました。ありがとうございます。秋野 S さん、GTR 予約しないとって言われてる。SUV ブームの立役者となった車種は何になりますか。これは BMW の X5 と日本が誇るハリアーですね。で、レクサス RX ですね。だからアメリカで、まあそれまでもアメリカにはトラックベースの、クロカンとかですね、あのハイラックスみたいなですね、そういうスポーツユーティリティビークル的なものっていうのがいっぱいあって、でそこそういう車は昔からあったんですけれども、その市場に BMW が X5 を投入したのがすごくあの象徴的で、要するに乗用車ベースのプラットフォームを持つ車でああいった形の車を作ったっていうのが、まあすごくあのきっかけになってますよね。まあそれとだから前後しててトヨタがハリアーね、まあ、レクサスの RX の名前で出した車がありましたけれども、それがやっぱりその2台が乗用車系 SUV の多分走りじゃないですかね、はい、あ、ハビダンさん、ありがとうございます。これはドライブしながらのトークライブですって Google 翻訳でやってくれました。インスパイアさん、ヒョードさんのリンカチャンネルの更新も楽しみにしますので、ぜひ、 ありがとうございます。はい、そして高込さん、クラミライとかのありえますね。中原さん、 MI24 の GTR は夏頃に申し込みが始まるんですかね。争奪戦がすごそう。本当です、すごそうです。はい、哲さん、ハリアハイブリッドとハリア PHV はどちらがおすすめでしょうか。価格差が PHV 買うならレクサスにも手が届くじゃん。まあ乗り味で言ったら圧倒的に PHV の方がいいと思いますよ。だからコスパで言うんだったらハイブリッドですよね。620万するんで、それでレクサスが買えるじゃん、 NX が買えるじゃんっていう話になりますから、そこをどういうふうに考えるかっていうところですけれども、まあハリアはやっぱりあれですよね、すごいバランス良くて完成度も高い車で、特にその PHEV の場合は速さもあるし、まあ電動駆動感も相当あるし、そういう意味においては価値はかなり高いですよね。でハリアーはだから、まあハリアーってだから昔でいうクラウンみたいなもんだと思った方がいいと思うんですよね。やっぱ高級車のね一つの形というか、そういうところをまあ時代の変化とともに多分実現してた車だと思いますので、その中での最上級グレードということになりますので、まあ、NX の方がいいよという人ももちろんいると思いますけれども、 NX だと同じ値段だとガソリン系のピュアな車しか多分買えないのかな。ハイブリッドの一番安いやつが買えるのかな、どうだろう。620万なんですけど、僕今に比べるものないんで分かんないんですけど、まあ、NX だとグレード的には下のグレードになってくるっていうところですよね。トムスさん、セダン不人気というと中途半端になってしまった新型 WRX で外が一番辛そうです。まあそうだよね、だからね、そうなんだよね。スポーツセダンとしてやっぱり WRX は今まではね、ひょうちゃんが乗ってる STI があったからこそ振り切れたモデルがあって、それがあるからがゆえに S4 っていうモデルもまあ価値があったっていう二律、二軸のですね、
存在価値があったわけですけれども、今は S4 だけになってしまったので、そこはまあ残念なところではありますし、ちょっと中途半端な感じするっていうのはちょっとねありますよね。ただだから今年はスバルが全日本ラリーもそうですし、ニュルブルクリンクの24時間も S4 ベースで走らせるってことになってるので、まあ、そこで少しなんかこうね、いい成績を収めたりとか、そういうのになってくるとまた少し変わってくるかなっていうところでしょうね。GTR はもう全然キャリーオーバーしているどころか、もう17年、8年作ってますよね。はい、高込さん、FF から作ったっていうことでは、ハリアと CRV はエポックメイキングですね。そうですね、 SV ね。ボルボックルさん、センチュリー SV 出たら日本版仮なんですね。確かに。ハリアは、あ、ヒズハットさん、ハリアはクラウンよりはマーク2のイメージかも。まあそうですけど、一応今ある車で、あ、今もう続いてる車ということで言ってみました。まあマーク2も雰囲気ももちろんありますよね。コナさん、台車で薬借りた時に嫁さんに似合わないと言われたセダン好きですなるほど。カリカさん、ハリア NX は1855ではなく1865で出してくるのは何か深い意味があるんでしょうか。186、あれ1865なんだっけ。これどうした、ふにゃふにゃしてますね。そういえば出ないね。出ないです、うん、はい、どうやらなんか10時10分ところ以外でも出ないことがなんでなんですかね。なんでだろうね。あんなにいっぱい出てたんだけどな。手乾燥タイプですか。あ、俺は割と乾燥してるタイプだね。そこかもしれないですね。それかな。それな。なかなか電気が通りにくい体質かもしれないですね。カーズカーズさん、おすすめスタッドレスの銘柄どこですか。まあ。グリップっていうか、あの前に進む力で言ったらブリザックじゃないですか、やっぱり。で、横浜は割とあのそこまで、なんて言うんだろう、前に進む力っていう感じではないので、あのそうね、感じですね。だからとにかく前後方向で止まるっていうのを重視しているのはブリヂストンで、まあ、そういうことで言うとミシュランの XIS とかもまあいいと思うんですよね、バランス的にはね。はい、高込さん、 US 仕様の 6MT ベースなのかな。いや、それはちょっとわからないです。ニュルの24時間の車はあれですよ、シーケンシャルですよ。見えなかったね、秋の富士さん。ノーマンズランドさんね、あ、先ほどの質問ね、はい、今こっちはライブはぐるぐるしてます。お、戻ってきた。よし。大丈夫かな。はい、戻りました。はい、なんでかというと、電波ではなくて電源が落ちました。はい。よくよく考えたらこのカメラで今日一日撮影をしてましたので、それでですね、電波が、あ、電波じゃない、電源が起こったわけですね。ちなみに今釈迦道、その次が初狩り、どっちで、どっちか、初狩りじゃん。はい、どこまで読んだか覚えてない。
静電式です。そうです、静電キーです。マフティさん、スバルは3本の指が触れてれば OK なんですね。はい。多動流さん、そう、今ね、ずっとね、兵藤さんにね、割と8時20分から、5時、5時じゃねえや、7時25分ぐらいは握ってもらってるんですけど、全然出ません。はい、1回も出てないです。あれ、じゃあこれ俺さっき3の人にリクエスト出しといたの間違いだったかな。そう、上でもちょっといきます。あ、上でもそうですね、ちょっと見てみます。新型ボルボックルさん、新型 GTR は34みたいでかっこいいと思います。そうですね、中原さん、自分もそうですけど、年齢的に若い人に比べてみずみずしくないから反応が鈍いのかも。その通りです。はい、XI 社正式者もいいですね。はい、ニベア塗らないとですね、ハビダンさんね。あ、ハビダンさんか、ごめんなさい。くるくるしてるってなって、静電センサー水分のためですよね。手がペトペトしてればいいわけですね予算300万でそこそこ走って大人2人子供1人が乗れるおすすめの車は何ですか？ KK さん、まあ、ヤリスクロスとか、ちょっと300万円超えるか。クロストレックは300万円超えるか。クロストレックはいけるか。 FF とかの中グレードぐらいまでだったら、うん、いけるか。いけます。 F クロストレック、ヤリスクロス、まあそこら辺がいいかな。あとは CX3 はちょっと古いか、うん、そうね。あとはちょっと硬い目であるけど、キックスとかね、まあ、質感がっていう話もね、キックス高いのか。まあノート E パワーとかコンパクトカーもねありますしね、結構高いですね。そう考えるとね。あ、トミーさん仕事戻ってください。はい、すっかり快晴になりました。コウキさん、ランニングを始めようかと思ってるんですが、シューズのおすすめありますか？シューズはね、まあ実際にランニングシューズ売ってるところに行って、あの違う銘柄を履き比べてみた方がいいですよ。で、ちゃんとあのアドバイザー的な人がいるところに行った方が、あのいいものが手に入ると思いますので、まあ、日本人だとアシックスは足型が結構合うと思いますけど、まあ、ナイキはまあ昔すごいナローで僕は履けなかったんですけれども、最近のやつはアッパーがニットのやつが多いので、それで、合うやつが結構ありますね。僕は基本最近ナイキばっか履いてますね。ポンポコタヌキさん、お二人でコーヒーでもどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。インスパイアさん、インスパイアというハンドルネームですが、今は V37 スカイラインに乗っています。プロパイロット 2.0 高速道路の制限速度120キロ区間で、昼間は120キロの標識を拾うものの、夜は100キロと標識を誤認識してしまう。まだまだプロパイロット 2.0 のカメラ発展途上ですかね。まあここら辺はね、新しくなればなるほど、ね、判断とか認識とかが能力が高くなってきますからね。静電系のチューニングはスマホ同様大変なのか。いいね、まだの方はぜひ見せてください。これ指先静電乾燥気味の人は静電タッチは厳しいのかな。どうなんだろうてか上に行ってでも全然ならないね。全然大丈夫です ねやっぱ水分量の問題ですか。水分量の問題だな、これ。ダウンするとハンドルは軽くなりますか？いや、一概にはそうは言えないんじゃないかな。難しいな、それは。まあちっちゃくなる分質量は下がるから軽くなる可能性はありますけど、でもトレッド面との兼ね合いとかもあるからどうなんだろうな。まあ質量的には軽くなるよね。
若干軽くなるかもしれないですけど、はい、とヨネックスのクッション2倍のシューズがいいんですか。へえ、なるほど。あ、これはあれだね、ちゃんとナイトボットが本当にあれだね、拾ってくれたね。これはジョニーさん、今度後で救急員のミニカー渡してもいいですか。ありがとうございます。中原さん、プロパイロットの女性好みでルークスみたいに、チャンさん、ルークスみたいにハンドル支援に逆らわずにお任せだと出るとか、ハンドル支援にちょっとだけ反抗すると出ないとか、力のかかり具合にもよるかもしれないですね。高込さん、乾燥してるとメルセデスの静電パッドも感知しにくいんで、なるほどね。ヒーズハットさん、ステアリングが空腹喧嘩のもとに。ナオトメタルさん、この間のライブ見て明日シラさん50届きます。ブラックサファイアの540セダンに先行してみます。やってみてください。できればイオンデポジット除去するやつ一緒に買って、それやってからの方がいいと思いますけどね。インスパイアさん、静電式のハンドルの場合、足を立ててズボン越しにハンドルに当てていてもプロパイロット継続されるんだ。おじさんは乗るときに手のひらをペッペッとしなければならないですね。オールバックです。秋野英二さん、笹子トンネル天井崩落事故を思い出す。あれだよね、あのインプレッサが、ね、走り抜けて、あ、知らないその話。わかんないです。 WRX が崩落事故の時に、はい、あとちょっとで出口のところで崩落したんだけど、はい、そこで全速力で抜けてで全速力で抜けたんだけど屋根は崩落してきて、はい、でもとりあえず脱出できたっていうね。で車のルーフは潰れちゃったんだけど、そうで、それをそれは中津スバルで買った車で、はい、中津スバルでまた直したっていう話。知らないの。知らなかったです。スバリストなのにそれここですか。そうだよ。まさに。ハビダンさん、はい、そうですね。あれ、ハビダンさんのなんかボットに取られちゃったよ。アシックスは、まあ、高高幅広の足にはヒットしやすい。そうですね、ジャックさん。兵藤さんが GTR 買ったら GT3 と LFA で04対決だ。いいね。面白そうです、ね、面白そうです。CHR は乗り越しと加速感はどうですか。中古で検討してます。まあ CHR はね、乗り心地はね、まあ激いいっていうわけでもないけれども、まあ適度にスポーティー、適度に、うん、スポーティーって感じですね。加速感はそんなに圧倒的ではないですね。ハイブリッドモデルだと思いますけれども、はい、J さん、 iPhone40 考えてもBMW の運転支援はグッドです。いいと思います。レベル高いと思います。ここ小仏トンネルか、あれ、ここ笹子トンネル、どっちだか分からなかった。ここは小仏トンネルでしたね。あやけいさん、笹子トンネル事故の当日バスをやめて中央線で長野に行ったので命拾いしました。おお、あ、びっくりマークが引っかかったんだ。あ、いつもここら辺で切れるんだ。うーん、なるほど。いつも見ていただいてありがとうございます。ちなみに今エクストレイルさんの燃費は、パーキングでちょっと発表しようかな。はい、
月。さあ、初狩りが見えてきました。この談合坂ではなくて、あえて初狩りに寄るという支部チョイスです。だいぶ運転してもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。談合坂サービスエリア、キッチンカーエリアに寄ってみてくださいねって、ノンさんが言ってるんだけれども、我々は今日は初狩りで。あ、ソフトクリーム、コーヒーでありがとうございます。ゆうやさん、ありがとうございます。助かります。ソフトクリーム売ってんのかな。初狩りはどうですかね。初狩りで食べた普通のそばが美味しかった。わー、さすがにそば食えんな。まだまだお腹いっぱいですね。ねえ、まだお腹いっぱいです。ここです。はい、入ります。渋いチョイス。あー、ここ振動すごいな。わー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 スタッドレスとか。ここは狭いね。あのアウトランダーより、アウトランダーの手前ぐらいに、ちょっとそこに入れて。あ、ここ通路。あ、通路。ここここここ。ちょっと待って。はい。ちょっと待って。秋の絵さん、ナイスパレス、信玄餅買ってください。ありがとうございます。売ってるんかね、ここには。最小限っていう感じの。あ、いい、そのままで。はい、あのアウトランダーの隣に止めて。下にね、ポチっていうのがあるから、はい、あ、そうか、これ切れちゃうかもしんないな。なんか いますよ、ここに。なんかいます。おい、閉めんなよ。ちょっと電池がないから、ここから離れられないんだよ。映ってる？映ってます。ちょっと持ってて。何やってんだよ。おい、何やってんだよ。いつ出たの、俺たちのこと。抜いた。まだ出ない。本当、先出た。絶対嘘。いや、違うの、だって大阪行ってきたんだよ。いや、行ってない。これ声聞こえてんのかな。あ、どう、微妙に聞こえてない。ちょっとこの格好見せてあげたい、みんなに。全身真っ白おじさんです。全身真っ白おじさんです。いや、違います。真央さん嘘ついてます。いつも嘘つくの。靴は違います。僕何やってるの。え、ずっと運転させられたの。あ、ずっと運転してきてます。嘘。女神子から。それパワハラでしょ。そんなことないよ。君だってずっと運転させてるじゃん。え、君ずっと運転させてるじゃん。それはしょうがないでしょ。しょうが、いや、しょうがなくない。ソフトクリーム食べましたか。食べましょう。はい、じゃんけん。あ、ちょっと待って。これだ、どっち。何がする。男気。え、いや、別に僕怒ってもいいですよ、普通に。やあんな、やなやつだな。怒ってもいいですよ、金はありますよ、みたいな。じゃあ、男気ね。はい、あ、じゃんけん。あ、じゃん。
さすが。さすがです、野木さん。さすがです。ありがとうございます。いや、全然、僕、大丈夫です。え？よし。何が欲しい？ソフトクリームあるんですかね、うん、ちょっと待って、今これ電池どんくらいあるか見てみるから、ちょっと待って、ま、はい、何人見てんの、何人見てんの、まあ600人見てます。600人だとサービスできないことがある。いや、違う違う違う、1回でも行っちゃうしょうがない。じゃあどうしよっか。じゃあ兵藤さん一緒に行って買ってきてもらう。はい、で そこにカメラをセットして、で俺がここで話してるから、はい、アイス買ってもらってあれ携帯は、携帯、いや、あのね、あ、モバイルバッテリーなんかさ切れちゃうかもしんないけど、ちょっと待って、ワンちゃん、ちょっと待って、それ何 USB、 うん、モバイル、こっちじゃん、こっちは、あ、じゃあこれ刺す、これつけるできるかな、ちょっと貸して、はい、でちょっとこれ見てみるわ、ワンちゃんこれでいこう、はい、ごめん、ひょとさん、やっぱこれ鍵閉めて、よいしょ、あ、大丈夫だ、俺やるわ、すごい、この、ま、う、なんでしょう、この真っ白坊や真っ白坊やが、じゃあ今さっきまで黒だったの、うんうん、着替えたの、ワンさんが来たっていうから着替えたの、うん、ネタとしてこの過酷な努力最近ソルトン会ってないんだよ。てかさ、これトイレ行くんかい。おい、トイレ通り過ぎてんだろ。このまま行ったらトイレ行ったらまずいだろ。ソルトンになっちゃうだろこれ。行ってきてください。ちょ、俺も行きたいからちょっと持ってて。いい？はい。これちょっと置くから。はい。雪上明細、確かにトイレ中継、はい、ちょっとインカメにしときます。あ、アセントですね、めっちゃ良かったんですよ、それが、スバル車、まあ、一通り乗ったことありますけど一番良かったかもしれないですね、実用性も合わせて。風が寒い、連れ小町少女、何が欲しいって聞かれたら GTR でって言ってみてください。愛車の VAB、 あ、実はですね、私の一人 YouTube のチャンネルで VAB 紹介してますので、ぜひよかったら見てください。あ、大丈夫です、大丈夫、はい、本当、真央さん、はい、手洗わないとダメでしょ、トイレ行ったら。手洗ったよ俺。洗ってない。いや、洗ったよ。気をつけて、手洗ってないから。洗ったから。びっくりしちゃった、マオさん、手洗わないで。洗ったわ。洗ったっちゅう。え、洗ってきますか。洗ってきますからね、洗ったっちゅう。さあ、アイス。アイス売ってんのかな。ちょっとし、お店の中で映らないように下にして。マスク。マスク。マスクある、やった。じゃあ俺ね、まず何買ってもらおうかな、これかな、これにしようかな、信玄餅キットカットにしようかな、よいしょ、はい、
どこにソフトクリームあんの？そっち？あ、これはこっちで買うのね。いや、こっちはそっちはこっちでしょ？そっちはこっちで、こっちはそっちでしょ。これ先買わないとダメだよ。ここ買う。はい。あ、やべ、携帯忘れた。はい、いいです。ちょっとエディ入ってるか見ていい？入ってるか盛り上がってます、うん、大丈夫ですか？黒なしで。はい、黒なしで。さて、2337円ですね。あ、ないですね。ダサい。エディなかった、ダサい人です。これでいつっていうことは、ね、エディって使ったことないわ俺。エディってことでエディ切っちゃった。なんかそういうこと、やった買ってもらっちゃったよ。本当だ。さあ、マオさん、じゃあ僕選んであげる。お前ちょっと待って、ダメだよ。なんでおすすめだよ。いやいや、すすダメだよ。山梨うなぎ。いやいや、ダメだから。他のなぎじゃない。食えない、食えないから。じゃあ、信玄外。いや、ちょっと待って、ちょっと信玄、今キットカット買ったんでしょ。ちょっと待って、こっち何？あ、ドーナツがこれ。こっち？いやいやいや、こっち信玄でいいよ。いやいや、信玄、いや俺は普通のソフトでいいわ。じ今信玄って兵藤さん、どれ食べたい？普通のソフト。あ、しょっか、しょうがない。じゃあこれ、ゴビちゃんね。これ誰？ゴビちゃん。じゃあ、一人だけ行くこれ。うん。ここ何？あれ、あ、違った。2回押してみ。お、あ、いいね。いや、これやめてあげよう。やっぱちゃんと普通のソフトにする。普通のソフトでいいね。誰が食べんだよそれ。じゃん負け。購入画面。どれ、現金？現金しかない。現金しかないの、うん、すごい現金いっぱいあります、ここに。現金しかない。めちゃくちゃ困るのが欲しいから、これで払ってる。飲み物は？何？発見。発見。さあ、じゃあみんなで。じゃん負けな。はい。じゃあじゃあ。その剣を、その剣を下向きにして自分が分かってんだ。何番目か。一番上、うん、絶対自分でどこに入ってるか知ってんだろそれ。ちょっと待ってこれちょっとめくりにくい、これちょっと上げない、まだ。今お前10番ずらしたじゃねえか。早く、こうやったら分かるかな。はい、どこ、これどこ、これどこ、2番目どこ、これ、うん、まだ見ちゃダメ、まだ見ちゃダメ、うんうん、はい、はい、やべ、これ僕だな、これここで、はい、私分かってたから。いくよ、せーの、ほら。ダッサ、ダッサ。
はい、お願いします。全部聞いてるね。なんで僕3時に起きて寄った瞬間こんなお金取ろうね。いいじゃん、いいじゃん。信玄餅買った上に信玄ソフト、あそこで食べるか、座って。いいよね。じゃあバッグ持ってくわ。それちょっとソフトクリームお願いします。はい、そのファミリー席一番奥、はい、小さなお子様連れのお客様が利用しやすいファミリー席となります。あ、俺かそっちが行かなきゃいけない、外の方がいいか。じゃあ寒い外で食べましょう。よいしょ。信玄ってさ、うん、ソフトに何かかけんのかな。そうでしょ。ありがとう。ソフトクリームにちょっと味見させてください。ダメだよ。信玄ソフト最後だよ。作るとこからドキドキなの。さ、あれ最初に何のレバー、一番右のレバーだとしたらベースはソフト。ベースはソフトで、多分きな粉と黒蜜がかかってて。じゃあ美味しそうじゃん。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいでしょ。なんでそれにしたの。ちょっと俺さ、バッグ持ってるでソフトクリーム持ってるからこれちょっと抜けないんだけど。こんな状態でした。これでもこれ持つと今度はカメラ持てなくなるっていう。でこうやってやっても同じ。やってるやめなさい。あ、美味しそうじゃん。はい、はい、うわすげえ。あ、これこれはカップじゃない、あのコーンじゃないんだ。またいやコーンだけど、うん、あのミニコーン。へえ、うまそう。ちょっと外行って食べよう。あ、そう。おい。カメラ持ちますか。電話、うん、電話ボックスがあるよ、ここ。すごい面白。ちょっと待って、これでもこうやって。ね、ちょっと、まなみさんの携帯にその電話ボックスから携帯電話してみる。うるさい。顔は早いですよ。顔が早いなんですよ。どうしても。こっち側に。あ、こっち側がいいんじゃないですか。あ、いい感じですね。映ってる？これいい感じですね。はい、乾杯。うまい。あ、これでもちっちゃいじゃん、思ったより。いただきます。うまい。どうぞ、お食べ。何、これですか。これは、1日に3粒ずつ。食べるの。この絵。絵力がすごいわ。この帽子の絵力がすごいんだな。この白をさ、まとってるとすっごい太ってるように見えるよ、この帽子。それはね、うすごい。座れば。髪の毛すげえな、これ。ちょっとカツラずれてるよ。寒い。これもうちょい立てたいな。いいね、グッド。うまい。いつもこれライブ何伝えてるんですか。何も伝えてない。今日は兵藤さん初めての雪道運転です。今日忙しかったね。そうですね、時間あったらね、
絡み取れなかったもんね。横乗ったりしたかったけど。ね。全然よかった。もう一回 GTR でデカパイロン結構いい速度でバチコーンって言って。マジ？俺も行った。あ、俺も行ったな。俺なんだったっけかな。あ、GTR だ。GTR ブレーキ読んだら止まないんだもん。めっちゃ止まんなくて。加速するだけ加速して止まんなかった。でも結構ドリ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 してたじゃん。意外に。ん？上手にドリドリしてた。やっぱチェイサー効果がある。そういうことか。テレ東でやってそうなビー番組のノリ。まさにまさにそんな感じですね。トラック入ったんで、コマーシャルみたいな。武蔵エクスプレス。あそこに。マナブさん家に行くなんかアマゾンとかなんかが入ってるかもしれないですよ。そういうこと、うん、よろしくお願いします。これって何なの？チョコ？さあ、この服さ、すっごいあったかいのに盲点はこの中から冷えるとダメなんだよ。だって結局雪も全部雪っていうか今回氷の中も全部これだった。うん、俺これ持ってきてたんだけど、今日朝起きたらゴミちゃんがこの黒いやつ着てたから、俺は黒いの着るのやめてこっちにした。地味にいい絵って書いてある。こっちの方がさ、これうまい。こっちの方が良かったよ。うん、コーンも小さいしさ、なんかこれコーンって食べなきゃいけないの？何言ってたか。いつも以上に何言って書かれてる。そもそもいつも何言って書かれてる。コーンと一緒に食べなきゃいけないのかって聞いてるんだよ。でもあそこ地滑りしてるじゃん。本当だ。で、コーンと一緒に食べなくちゃいけないか、うん、コーンって残していいの？別に自由にすればいいじゃん。残していいの？作った歯が早いもん。あ、頭痛い。作った人に失礼だから残しちゃダメでしょ。ねえ。あ、エルカタリソさん、ナイスパです。4人様、冷やした体はホットで温めてください。ありがとうございます。コーヒーで皆さんね、コーヒー代いただいてますからね。じゃあコーヒーを僕が買ってあげるよ。エルカタリスさん、ありがとうございます。マオさんに奢ってもらうわけじゃないよ。エルカタリスさんに奢ってもらう。いや、その前にもいろんな人がコーヒー代出してたりするから。そんな皆様の。結構もう俺寒くて食べたくないよ、これ。震えますね。震えるよな。震えます。マジで。今日、博士か兵藤さんを俺は死ぬと思った。なんで？小声死ぬと思った。二人とも外にカメラ持って立ちっぱなしで俺とゴミちゃんがわきゃわきゃ走ってるだけっていう。特に兵藤さんはだってメガイゴ初めてでしょ。はい。初めてだとあの準備ができてないでしょ。博士が寒いっていうのは、でも博士去年経験してるから、寒いってなったら博士お前準備不足だよって僕は言えるけど、兵藤さんは言えない。超寒そうな服装でマナさんカメラ撮らせたでしょ。だからあれ逆だなと思って。っていう意見はどうでしょう。ちゃんと。ああ、そこ抜けた。ちゃんと来てこいよって言ったら大丈夫。ちゃんと来てこいって言われてもあの寒さのイメージできないでしょ。まあ思ったより全然寒かった。思ったより寒かったですね。明日も寒いから気をつけて。もう食べたくな。
アンバランスさんが並ぶさん心の中でこっちこっちやって思ってしょ。こっちです。思ってます。え？コーン残したいと思ってる。ていうかコーンの中にアイス入ってっちゃって。GT4 ドアと SL だったらどっちがおすすめ？もう GT4 ドアでしょ。よし、撮影して帰るか。何撮影するの？アウラン。おっ、おお、うわっ、来たね。来たね、来たね。よいしょ。寒い。よし、コーヒー、コーヒー、ナイスパ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 です。マサマサさん、風来ないように気をつけてください。ありがとうございます、ありがとうございます。コーヒー買ってあげるよ。え、じゃあ団子坂のホワイトとか。なんで団子団子坂わざわざ寄んなきゃいけないんだよ。コーヒー買ってくれる。ここで買うんだよ。ここじゃないとダメなの。ここじゃないとダメ。コーヒーはここ、コーヒーはここ。あ、片一さんの奥さんさん、北海道でありがとうございます。兵藤さんのツイッターがね、万バズしたの知ってる？兵藤さんのツイッターでこのね、コーヒーのね、この画面撮ってたらコーヒーカップが降りてきたらポーンってコーヒーカップが倒れてコーヒーが来なかったっていう動画があるんですよ。何飲むの？それいいよ、絶対買えよ。数量限定、取り扱い限定品。絶対食えよ、買ってあげるから。ちょっと、はい、乗る、円だし、高橋名人じゃないんだから。うる今もいるから。すいません。あれは博士はいいですか。うん、どれ下お金もいいですか。いいよ。ちょっと自分どうして、はい、あとおつりちょ、おつりちょ、おじさんはこれね、いつも2番。え、何、あれ、兵藤さんは、はい、兵藤さん何、こっから出して買って。もういらないんですか。ご視聴ありがとうございます。誰だよ、ユウ誰だよ。マロンさんのこのダラダラライブ、なぜかやってると見ちゃうという方が多いと思います。中身ないんだけどなと思いながらも、あ、また見ちゃったよって思って皆さん見てるかと思いますけれども、まあ、それが不思議なライブの魅力でございます。そういうことですよ。でたまにライブ、あれ最近やんないなっていうライブの状態に陥ってる方、もう半分そちらは病気でございます。だって結構昨日とかも嬉しいっていう意見がいっぱいありまして、ドライブライブが久々に見れてよかったっつって。昨日ライブのサムネなんかハチャメチャだったの。ハチャメチャです。あ、何？コーヒー待ってるね。そうです。その後に買おうとしてる人がいます、ここに。時間がかかるコーヒーを買った私、はい。
兵藤さん何買うんですか。はい、ゴミちゃんに押されるから気をつけた方がいいよ。でっかいの買った、でっかいの。あ、もうお前ない、まだ買うんかい。絶対スープだけじゃなくて他の飲み物買おうと思うでしょ。これも持ってて。ジャンボ。プレミアム効果、しかもジャンボかよ。しかもお釣りたくさん来るように500円玉で払って。おい。お前なんでそういうことすんだよ。この地味な地悪い。地悪い人が。俺ほんとね、よく言われる。人が嫌がることってよく分かってるね。ほんとだよね。人が嫌がること本当によく分かってる。本当によく分かってる、人が嫌がること。あ、ナイスパが同じ方から2回来てます。はい、ありがとうございます。同じ方から、かすみぼーいさん、まなぶさかっこよくつきます、2回目ありがとうございます。かすみぼーいさん、ありがとうございます。北海道大奥さん、ありがとうございます。かすみぼーいさん、もう1回ですね、ありがとうございます。お、早い、ん、早いね、そっち、そっちうまく作れてないんじゃない。ココアだから。誰だよ。しかも何の発、何語だよその発音。ココアってなんだよ、ココア。ゴミちゃん今このココアの発音が気に入ったみたいなんで、これからの試乗動画で必ず言うと思います、ココアって。アホやな、しかし。さあ、本当さ、この中身のないライブがなんで癖になるんだろうね。じわじわじわ来るでしょ、うん、じわる。そういうもんなんですよ、このライブというものは。だから生活の一部に入っちゃってるんだろうね。そういうことですよね。さあ、ちょっと今用意しますからね、じゃあお待ちください、皆さん開けて。くだらない会話がね、いいんですよね。よし、さあ、次はどこのパーキングに入るんですか。どこ入りますか。じゃあ、私とゴミさんで乗ってきましょうか。ねえ、どこで降りるの最後。最後は調布。ちょっとお待ちください。じゃあ博士とあのひょうちゃんでちょっと行ってください。ちょっと待ってね。よいしょ。これってさ、今さ、あの繋ぐと拾っちゃう、拾わないようになってる。あれ鍵はあの運転席の後ろのバッグの中に入ってるから、多分エンジンかかると思うけど、かからなかったらバッグを近づければかかるから。ね、わかんない、ついてきて。運転します。うん、うん、よいしょ、閉めますね。あ、ちょっと待ってね。ちょっと、あ、いいよ、はい、さあ、日常のお供ライブってことでしょ。博士とひょうちゃんの方見たいって。でもさ、そうだよね、うん、あの二人が乗って、でもひょうちゃんは一瞬でスイッチを打ったかのような感じだよ、うん、こうやってふんってなって、うん、ほら今笑い出したけど。どんな会話するのか見てみたいよね。多分ひょうちゃんは、うん、カメラ回んなくなった瞬間に、うん、パンってスイッチオフ。
多分降りてきたら、いや、一言も口聞かなかったです。兵藤さんの YouTube でライブしてくださいって言われてるよ。まあ、若い男女のね、やばい、キーが見つかりませんって。まあ、いっか。もうダメだろ。キーないけどね、うん、おい、博士が一生懸命ついてくるでしょ、キーを持って。向こうは前後に座ってたらおかしいね、確かにね。え前後にこうやって座ってたらおかしいね。じゃあお願いしますって言って後ろに座り出すっていう。きょうちゃんは後ろに座ることはないの？あ、撮影してるときは座ってもらってますよ、後ろに。もちろん。分かんないけど、後ろに座って、あちょちょあちょあちょ。あちょ、後ろに座って、あちょちょあちょ。あちょあちょ。はい。え、ちょっと、サシスセソって言ってください。サシスセソ。ほら、写真集でしょ、サシスセソ。サシスセソ。2023年マナブさんの目標、サシスセソをサシスセソと言えること。サシスセソ、はい、ほら、写真収集でしょうね。あ、いや、Kさん受けてよかったです。博士とひょうちゃんの会話受けてよかった。マジ見たいな、二人がどういう会話してんのかな。博士頑張れっていう。何頑張るんだよ、うん、ねえ、どんな会話してるのか見たいですね。見たいですね。あれ、彼はいくつなの？合わせ30でしょ。今年31じゃない？31だよ。どっちもヤングだ。ヤングマン。そう、ヤングマン。ヤングマン。ヤングマン。ちょっと鏡代わりにカメラ使おう。使うな。さあ、今、はい。ここは、東名高速。正面じゃねえよ、バカ。隣を走ってる中央道。中央道ですよ、中央道。中高速って言わないの？高速、東名高速、東名道、東名高速、中央高速。中央道だね。中央道？東名は東名高速。じゃあなんで東名道って言わないんだろう。ねえ、皆さん教えてください。あ、こっちの方が若干乗り心地いいかな。いやー、でも21日だな、こっち。うん、微妙に。はい、何ですか。あ、本当そういう感じ。うん、うん、まあ、タイヤが5号言ってる、向こうも言ってるもんね。向こう21、向こう19、向こう19、うん、こっちはね、DARX、向こう VRX3 でしょ。こっちは VRZ だっけ、DMV3 とかそんな感じ。 DRV3、 D と M と V が使われてる3。はい、うん、それです。もうちょっと、はい、なんかネーミング。いきなりブリヂストンの。いきなりブリヂストンにクレームです。 DMV3 とか VMD3 とかなんか分かんなくなっちゃうじゃん。分かんないね。あの、なんだっけあれ、スターウォーズのC2C2? R2C2 みたいな。C3PO? あ、そうそうそう、そんな感じ。そんな感じだね。もう最後みんな分かんないでしょ。だってタイヤ屋さんに行ってそんなのワークになっちゃったら、聞き間違えて違うタイヤがついてきちゃうかもしれないじゃん。本当だよ。あ、これあれだね、アウトランダーとエクストレイルの静粛性比較になるね。うんうん、カメラが変わるからね。東名高速以外は東名名神以外は本来の意味で高速とは言わないんだ。あ、なるほど、そういうことなんですね。だから、あの、そっか、中央道って、うん、あ、なるほどね。高速道路で、本来の意味での高速ではないってことですね。いや、スキー行きたい、スノボ行きたい、休みたい。休みたいね。休みたいね。え、じゃあ何、これからグッチタイムやる？グッチタイム、うん、はい、肌で見えて。もうだって正月休み終わっちゃったでしょ。終わっちゃった。なんか9月ぐらいから正月休みだけを生きがいに生きてきたの。正月休み終わって、どこ行ったの正月？あそこ？いや、いつもの伊豆。あそこね、うん、いつものね。で、正月休みが終わって、はい、何を生きがいにすればいいのか、すればいいか、僕には分かりません。写真集でしょ。写真集でしょ。
サシスセソ言えてるじゃん。言えてますか。サシスセソ、ちょっとスッってなっちゃうけど。いや僕ね、欲しい車あって。何がまた欲しい車あんの。ある。何。え、デリカ。なんで。あ、デリカミニ。デリカミニね。そう、デリカミニ欲しい。なんで乗らないでしょ、どうせ。そこなんだよね。買っただけで終わりでしょ。そこなんだよね。いや僕ね、買う気満々だったの。それは富士に土地が見つかって、はい、そこで活用しようかなって思ってたんだけど、その富士の土地がちょっとね違った。あの今回僕あの早日曜日に入ったでしょ。はい。その時に富士の土地見てから行ったの。あ、朝。御殿場ですか。そう、御殿場でその土地を見て、でそこから女神湖行ったんだけど、うん、ちょっと違った。ちょっと違った。あの土地はねちょっとお金かかる。あれを整地していろいろやると。ああ、なんか御殿場って湿気が多いんでしょらしいよ。なんかそうなんですか。うん、湿気がちょっと多めらしいよ。僕も気にしたことなかった、住んでたけど。あ、住んでたんだよね、うん、そうだよね。御殿場済みだよね、君ね。そう、御殿場市民でしたよね。住民票移さなかったけどあれでしょ、妄想レーシングやってる頃でしょ。そう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 。あの BMW 7シリーズとかベタベタにしてフルスモークしてた頃でしょ。妄想だとねあのフルスモはあかんかった今やってたら、あの頃を知ってる人たちは僕のそこはよく今そういう立場にいるねみたいな。だからたまに会うの。あの僕がレースやってた時のメカニックの方々とか、うん、たまに会ったりして、うん、でまあいつもそんな話になる。どの口がこうなったみたいな、うん、どの口が言ってる。よかったねーとか、まっとうになったねーとかだから今俺大丈夫かな将来って思ってる方、いつでも気持ち一つの入れ替えで大丈夫になります。大丈夫になります。いつ入れ替えたんですか、小木さんは。23ぐらいにですか。いや違うな。でもそのぐらいだな。どうやって入れ替えたんですか。え、何？重い話する？重い話したくないんだったらいいけどさ。いや重い、まあ、じゃあたい焼きくんぐらいな。辛いことをメロディーに乗せていけば毎日毎日って。だってたいやきくんの歌ってかわいそうだよね。かわいそうだよあれ。かわいそうだよ。たいやきくんほんと大変だと思うあれ僕らはね。ちょっと歌ってください。どうぞ。毎日毎日バカじゃないの。民からにフルスモークの7シリーズの写真が残ってるって書いてあったよ今。本当、うん、あ残ってるかもね。残ってる。あ残ってるかもしれないね、はい、うん、僕らはジェパンよ。で何があったの御殿場で。辛かったの。あ辛かったの、うん、心を入れ替えたきっかけ。きっかけ、心を入れたきっかけは、はい、あもう僕の人生というのはっていうような思いになり、はい、おしってゲームみたいにリセットしようって思うでしょ一度はみんなそういうのを思ったりしない、追い込まれると。おしっつって、おしちょっとリセットしてみるかみたいな。いつリセットした。23歳の時にリセットした。そう、22、23歳くらいの時にリセットしてみようって。だからもう一回生まれ変わってみようみたいなね。コメントが来てた今。なんて。そろそろ団子坂でソフトクリームでも食べますかって。ほんと。ココア一口も飲んでないのにスタバ欲しくなるね。俺コーヒー向こうの車に置いてきちゃったよ。ちょっと横並んでもらって渡してもらって。昔ならやるけど、ね、昔ならやったよね。これ暑すぎて飲めん。飲めんじゃん。暑い。ほら、僕ちゃん白いお召し物が汚れちゃうよ。なんで俺せっかく買ったコーヒー置いてきちゃったよ。ちょっとあのスパチャしていただいた皆さんに謝ってください。どうもすいません。どうも申し訳ございませんでした。せっかく
どうも、しゃべません。本当にしゃべません。しゃべませんだよ。ママさん、さしすせそ言えるようになるのかな。さしすせそ、さしすせそ。おじいちゃんになってくると口も回んないし、なかなか大変なんだよ。で、耳遠くなってきたらだんだん声でかくなるでしょ。そうだよ、声でかくなるよ。そのさしすせそを大きい声で言い出すわけでしょ。さしすせそっつって、ほんと迷惑だね。おかしすぎんだろ。そうか、マウさんもおじいちゃんになってくんだね。そうだよ。ほんと、あの今日みたいな表情とかもう手をつかないで修正だとか当てれなくなる。おーおーみたいな。まだできます、そのくらい。だからドリシャ買えばいいじゃないですか。ドリシャ買って練習しますか。寂しいんでしょ、ドリシャで練習する人がいなくて。いや、ドリシャね、僕の周りちょっと買い出したよ。ほんと、うん、また今探してるし。ああ、コミちゃんも8時20分のとこ握ってんのに警告が出ない。何言ってんすか。うん、ハンドル握ってください警告。だ、それマオさんだからカサカサなってたかったじゃないですか。おじいちゃんの手。おかしいわ、うん、おじいちゃんの手だとそうなっちゃう。清水さんが元気なんだから見たよ、まだ明るいって。加藤さん元気ですよね。うん、元気。ソルト女神子来てました。来てなかったね。そういえば最近ソルト見た？もう見て、あ、この間マツダ2の時あったよ。あ、本当？うん。元気だった？元気。あ、で月曜日、うん、ベントレー今度ゴルフでしょ？あ、そうだ。だからその時はいるよ。そうだ、いるね。で僕ね。うん、コンチ GT かなんかで行く。いいな。何で行くんですか。俺フラスパ。フライングスパ、うん、でかいね。僕後ろ乗ってあげよっか。いやだよ。その方が面白いけどね、ネタ的にはな。ネタ的にね、談合座が通過しようけど。談合座が通過です。もうフライングスパか。そう、フライングスパで行くと、うん、どうだろう、運転手だと思われる。一瞬運転手だと思われるよね。思われないんじゃない。俺コンチネンタル GT が良かったな。僕コンチ GT スピード。いいな。だからブイブイはして、で僕土曜もゴルフだから、うん、そのゴルフ土曜も乗っていこうかなと。ずるくない。まあ、コンチ GT、僕あれ縁がなかったな、あの車欲しかったけど。こっち GT ね、うん、あの撮影で使った時の V8 で、ああ、なんかすっごい内装かっこいいなった。え、後方車、後方車、で後方車から降りて、うんうん、落ちて、あれコーンズの高輪店か、はい、高輪だっけ、あそこ品川だっけな、が売って、そのワンオーナー、まあ、だセカンドオーナー目か、うん、ついてまた車戻ってきたの、うん、その時に買いますかって声かけてもらって、その車ずっと僕狙ってたから、とりあえず戻ってきたら、もし戻ってきたら教えてって言って、ほんと戻ってきたの。買えばよかったのに。いや、駐車場がなかった。今は大丈夫なんでしょう。いやー、でも今もう今駐車場ない、ないないっていうか飽和してる。いや、さすがに僕 NSX 結構乗ってるし、うん、LFA もね、この間も明治神宮とか参拝行く時とか、うん、あのたま僕定期的に明治神宮挨拶行ってるんで、挨拶とか参拝行ってるんで、だその時とか結構乗ってってるし。明治神宮行く時どこに止めんの車。明治神宮参拝用の駐車場ありますよ。 あるんだ。もう中にある、ちゃんと。ご祈祷用、車ご祈祷する時のご祈祷用の駐車場っていうか、ルートとはまた別で、普通に参拝用駐車場近いですよ。ご祈祷した？ご祈祷しない。だって神様忙しいでしょ、また1月だから。V 点だからご祈祷が2つあるよね。さあ、そろそろパッキング入ろうかな。いや、俺今日
帰り運転してないわ、ほとんど楽だわ。まあいい、たまにはいいんじゃないですか、ね、だから誰かアシスタントとかをバチッとつけたらもっと楽になるし、動画に集中できるし。そうだね、動画してるね。でそうすると流すけど、徐々に、いや自分でももう一回運転したいって思うから。なるほど。運転するようにもなるし、うん、そういえばアウトランダーの撮影しなくてよかったの。えするよ。だからマナムさんを次のあの高速バス停で降ろしたらしようかなと。だからサービスエリアとかじゃなくて高速のバス停で降ろそうかな。やめろよ。そしたら俺後ろに拾ってもらうもん。で博士を置いて帰る。間違えてそのまま博士止まらず。はい。今日帰ったら何するんですか。今日は帰ったら、うん、夕方だから、うん、ね、もうね、ランニングです。あ、53。え、どこ今、53キロポスト。53キロポストだったね。ゴミポストが。ゴミポスト。通過です。うん。学ぶポストって何、ないんですか。少ねえよ。もう、ほんとこのコーヒー、ココア飲めない。暑くて。暑いの？このなんか容器、もうちょっと考えてほしいけどな。しかも、スタバみたいなスリーブ欲しい。あ、スリーブあると楽だよね。あ、飲んでみたら熱くねえし、なんだこれ。ダッサッ、ダッサッ、ダッサッ。いやでも久々にこういう泊まりは面白いね。面白かった。面白かったね。あの、嫌がるけど。ちょっと、昨日夜お風呂入ったの早すぎたんじゃないの。え、あれ昨日お風呂入ったじゃないですか、うん、その後お風呂入んなかったんですか。入んなかったよ。入ったの。シャワー浴びました。シャワー浴びて朝。朝、うん、君お風呂入ったの。お風呂は入れなかった、うん、シャワーだけだった。シャワーだけですよ、僕も。今日帰って何するんですか、先輩は。いや、アウトランダー買おうかなとかね。すげえ、いい加減なこと言っちゃった、ごめんなさい。適当だよ。ね、デリカミニって売られるんですか。売られるよ。もうだって受注してるっしょ。ほんと、うん、いや、あのデリカミニとコーラ売ってくださいって言って、ね、あれそのまんま売ってくんないのかな。そのまんま、あ、でもあれは展示用だけなのかな。でもあれ走るでしょ、もちろん。だってコールマンで作って、まあ、あれ走る、絶対走るよ、ね、逆に走らない車で仕立てようって思った方が高くつくから、あれ走ると思う。そうだよね。で、打刻もしてあるでしょ、フレーム。じゃああれ買えばいいじゃん。あれ欲しいね。あれ欲しいよ。あれ欲しいよ。あれ欲しいよ。売って、売ってよ。出ました。僕ちゃんが、僕ちゃんになってます。じゃあなんかね、気軽に乗れる車が欲しい。ああ、そういう意味ではね。だって LFA 気軽じゃないでしょ。まあね。NSX 気軽じゃないでしょ。まあ、駐車場、自宅マンションの下、オフィス棟の下の方に取れたから、うん、だから高さ制限なくなったの。だからミニのクロスオーバーもいいなとか思いながら、はあ、お、デリカミニいいなって思って。普段乗らないだろう、絶対。え、なんで？普段デリカミニすごい良さそうじゃない？絶対また不満言いそうだもん。やっぱちっちゃすぎるとか言いそうだもん。なんでデリカじゃなくてミニなのみたいな。そもそもミニ買ったのにそういうこと言いそうだよね。いやでもさ、なんか昔みたいなさ、うん、もう別に小さい車だからとか大きい車だからはないでしょ。まあないけど、なんかちょっと移動するのに乗りやすいのはいいけど、でもある程度サイズあった方が、うん、まあゆったりしてていいよねみたいなのがあるじゃん。なんかまあエクストレイルぐらいの大きさだったらまだいいかな。だから気軽だよね、やっぱね。何エクストレイル、マナオさんエクストレイル買った方がいいですよ。いや俺アリアがいいな。アリア、アリアの話思わず今しそうになっちゃったよ。え、言っていいんだっけ。ダメ。
エンバーゴ？エンバーゴあります。ここが、はい、中央道で一番急なカーブです。はい、ここが急なカーブでした。はい、以上です。現場からは以上です。僕はあと嫁1時間ですって言われたら今のカーブドリフトで走ってみたいな余命1時間ですって言われたからあそこまで行くのに1時間かかっちゃうじゃねえかよ。じゃあダメだね。そもそもドリシャ持ってこないといけないしかもドリシャナンバーついてねえだろ。いやでもそれはあと1時間ですって言われたらもういいんじゃないもうナンバーなしだって捕まった時にはもうポックリってことでしょ。ポックポックリなんだ。さあちょっと撮影を考えるとどこで入る？富士野の次はどこ？もう石川だよ。よし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 加速すんなよ。違う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 、これあの運転支援がいけん。ああそういうことね。そうちょっとなるべく車がいるところ。いやいないとこだろ。そこら辺のこの空いてるところに。どこら辺？ここのどこ？ここだ。ここど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 こここおいはい、というわけで楽しいドライブをしてきました。はい、そうこんだけさすがに中身ないこと言ってたらそれは視聴者一時期4900ぐらい言ったけど減るよね。1100ぐらい言ってましたさっき。それは減るよねあまりにも本当申し訳ないですはい、というわけで僕もコーヒーがようやく飲めますのでね。ジャミロクワイはどこ行くの？これからまた出かけんの？ジャミロクワイこれ撮影しながら。ああそういうことね、うん、衣装ね、衣装ね。そうそうそう、よし。あ、これをここで外して、これは君のだよねこれね。そう、これ外して、はい、というわけで皆さん、はい、ありがとうございました。ゴミ安隆さんでした。ちなみにこの富士のパーキングにはですねモスバーガーがあります。あのモスバーガーにもソフトクリーム売ってますのでご利用の方はお寄りください。というわけで、はい、皆さん、あれちょっと開いてない。皆さん、あとはマナブさんとまたひょうちゃんとのライブ30分ほどお楽しみください時間まで言うな30分ほどです、はい、それで着いちゃうんでね、家にね。そう、家に着いちゃいます、はいはい、というわけでありがとうございました。よいしょ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ね。はい、じゃあよろしく。よいしょ。ちょっと一回これ外して、はい、今燃費はここの時点でドドン。あ、ごめんなさい、俺の顔だったんですよ、ずっと失礼しました。 21.9 キロでございます。はい、さあそしてこれをカッチンして、はい、こちらに一回向けて、はい、よいしょ。じゃあ行きますか。はい、お願いします。ちょっと待ちください。よいしょ。ソフトクリーム食べる？あ、大丈夫です。大丈夫ね、ありがとうね、お疲れ様。はい、これからゴミちゃんは撮影をして帰るので、はい、我々ももう家が近いです。よいしょ。じゃあ、インカメに、あ、インカメじゃない、サドカメに、うん、してください、はい、ちょっとこの若干なんか若干あれなんだよな、安定が。すごい絶妙な位置になってます視聴者の人には全然伝わらないやつ
いい位置に来ました。よし。さあ、これでアウトランダーとエクストレイルの音がね、違いが分かりますけど、路面が違うんだよね、よく考えたらね。同じ路面出してるわけじゃないっていう。ちなみにこっちの今右側の方が静かなんじゃないかと思われますか。そうでもねえや。そんな変わりないですね。変わんねえや。僕のコーヒー。コーヒー。こっち。こっちです。そうだよね。博士と何喋ってたの。ずっとライブ見ながら笑ってました。あ、そうなんだ。そうか。ライブ見ながらね、はい、我々のそうだよね、ライブ見てないとどこ行くかも分かんないしね急に止まるかどうかも分かんないしね。あ、ここ路面がひどいな。さっきのでもあのアルファードじゃないやと、アウトランダーで走ってたところね、この方が比較的静かだった。静かだったね。ここ大きいね、はい、あ、今度変わりました。またもういろいろ変わりすぎて分かりません。音が、ここら辺来るとまたちょっと静かです。皆さんにはどう聞こえてるかっていうね、ところですね。この間でも首都高で乗った時はアウトランダーのゴツゴツしてたんだけど、うん、あ、今起きました。モナコは朝7時。おはようございます。おはようございます。ちょうど今ゴミちゃんがと別れたところでした。そうだ、俺も今ハンドル鳴ってないけど、左が怖いよね。はい、じゃあここでちょっと9時15分に手を添えて走ってみたいと思います。今日は出ないかな。30秒ぐらいかな、大体。そうですね。ペッペッってペッペッつってやってないわカサカサで聞いてきますから、ね、見た感じでもそんなカサカサな感じでもないけど、あ、でもカサカサだね。カサカサですねカサカサですねあれ、ならないね、今日ね。ならないんですよね。あ、さっき博士さんになってました。あ、本当アイスカサカサじゃん、はい、博士カサカサじゃん俺よりカサカサだってことだよ。ほら、俺ならないもん。ならないですね、今日ならないもん。あ、でもここでも大丈夫ってことじゃん。そうですね。大丈夫だね。大丈夫です。しかも今片手にしてますけど、片手でもならなくなった。気まぐれ？出るときすっごい出るんだけどな。そうですよね。あれ実はあれかな。このエクストレイルのステアリングの持ってるかどうかのね、判断は静電タッチ式かつお肌の潤いセンサー搭載してるかもしれない。これお肌の潤いが分かる。警告出ると乾燥してますよ。そう、警告出たら乾燥してるサインだからニベアつけてる
んでたみたいなそういう感じだけどね。あ、出ない、出ないです、全く出ません。5時35分ぐらいを握ってるのに、しかも割と軽めに握ってますかね。え、あらら、俺はこれ静電タッチが入ってる範囲が狭いのかとばっかり思っていましたが、どうやら違うっぽい模様ですねこれね。そうですね、うん、ハンドクリームですけど、確かにハンドルがさベタベタになりそうだし、なんかちょっとあのあれだよね、女性とかでさ、なんかあの何だったっけ、ファンデーション、ファンデーションとかここら辺とかついたりするよね、なんか、ね、窓とか、そう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 、そういうのがなんかね、なん。温泉の効果、温泉でスベスベしっとりになってるのかな俺の手が。いやでも俺ちょっとここら辺かさついてるけどな、何なんですかね、うん、不思議です、謎です。あー、今日日産の人に聞けばよかった、これでも絶対答えられる人いたはずだな。んだけど、お、しかもあれだね、1万2000キロ超えましたね走行距離が。そういえばそうでした、ついに1万2000キロを超えて、あ、今日はでも燃費いいな、やっぱり下りだから。ベタベタ落ちないでいいでしょう確かにあの、まあいいや、やめとこういや、ちょっと言おうと思ったけどやめた。明日早いよ。明日早いですね。ねえ、本当に。本当にピッてやれば通れるんですか、改札。あ、通れるよ。すごい不安ですね、ちょっと。あの、このスイカ、ここにスイカ。このスイカです。うん、これを。はい、あの改札に、新幹線改札にピッてやると、その後その先で切符がプッて出て、切符っていうかあの乗車表みたいなの出てくるから、そこに号車とかあのそう便名と号車が出てるから、それで不安でしょ。不安です。明日の皆さん新幹線で行くんですけど、新幹線の切符を買ったのは僕なんですけど、スマホで買って、でそこに兵藤さんの、スイカの ID を紐付けたんですね。なので明日兵藤さんはその自分が乗る駅からスマホでピッてするとあの乗車表が出てくるという仕組みなんですが、はい、兵藤さんはお若いのにそういうことをしたことがないらしくて不安だそうです。本当に行けるんでしょうか新幹線5年ぶりぐらいです。マジで、はい、なんだ、じゃああれだね、俺のとこに修行来て、なんか楽しいじゃん。楽しいですGTR は乗れるし、はい、ね、あ、なんかすごい、ナイスポーチです。まなみさん、あ、ジムからお帰りになられて、あ、もうジム行ってきた、早いもうなんかすごい時間が流れてる感じがするわ。まなみさんが、はい、汚れるから運転するときはハンドクリームつけます。だよね、そうなるよね。あ、次はワンコの散歩に行ってきます。アクティブだな今日ご飯つくの、なんだろう、ご飯もう、ね、それも後で答えてください。はい、教えてください。教えてください。ワンコのご飯作る、しかもワンコのご飯をちゃんと作るってのがすごいよね。うちはドッグフードだからな、ずっと。新幹線乗ってない人多いですね。あ、本当？30年乗ってないです。新
幹線もう俺今年になってから何回乗った ?1,2,3,4,4 回乗ってるよもう。名古屋2回往復してるし。ああそっか、うん、これでそうで2回そう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 、そうですよ。あ、ご飯はおでんだそうです。おでん、あ、もう作りました。もう早作ったんだ。さすがだな、できる人だな、素敵だな。高砂さんからひょうちゃん初めてのお使いってきました。初めてのお使いだ。まさに。いや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 、明日は新幹線の運行情報をしっかりご確認されて移動なされてくださいね、はい、寒波の影響で計画運休もありそうです。マジ？ということです。やべえな。大丈夫かな、心配なってきた。そうですね、東京発。俺は東京発、うん、そうそう、俺と浜さんはね、東京発。しかも結構早いんだよね、うん、でも早く出ないと秋田まで時間かかるから。3時間ちょいくらいかかりますよ。もっとかかるよ。3時間半以上かかるんじゃない。あ、本当ですか。いやいや、そんなんじゃない、4時間かかるでしょ。お昼前ぐらいの時間だ。そう、11時半ぐらいに着くから。時間ぐらいでかかるよ、東京からだと。飛行機の方が良かったのかな。あ、まあでもそれはそれでまたな、3人飛行機ってのも大変だよね。経費で言ったらやっぱ新幹線。あ、出た。おお、あれ、すぐ消えた。すぐ消えましたね。なんでだろう。今ハンドル握ってくださいマークがようやく出たと思ったのに。秋田から盛岡までだったら大丈夫、そこから先はあかんやつや。ああ大丈夫なんだ。みんな明日の新幹線心配してますね。あ、本当？はい。ダメかも。ダメかも。動かないのかな。そんな情報なんか出てる？いや、寒波っていうのはすごい出てるけど。出てますけどね。あ、高砂さんが、うん、昨日の夜何食べたって聞いてます。昨日の夜。昨日の夜はあれだよね、ビュッフェ、ね、ビュッフェでしたね、うん、いろいろありましたね。いろいろあって何食べたかわからんやつな。そう、ビュッフェでした。昨日はそうだ、だから日産の技術の方とか役員の方との懇親があって、 e パワー、あ、じゃないや、 e フォースについていろいろとためになるお話を聞いて、我々もなんかディスカッションして非常にいい話ができました。明日大雪で新幹線止まりそうってみんな言ってますね。どこが大雪になるんだろうね。東京がまず大雪になるのかね。東京は雪の影響はなかったですけどね、うん、だからその先だよ ね、 ですよね。多分仙台とか福島とか仙台とかそのあたりってことなのかな。でも明日7時半ぐらいに東京出るから、はい、その時点でどうなってるかだよね、その上の方がね。本当だ、明日、うん、秋田市は、うん、雪がなんかすごいみたいですやっぱり。マジ？はい、風も風速12メートルとか出てますね。あれ、ダメじゃん。吹雪みたいな感じっぽいです。撮影できるかな。それが困るな。あ、今夜から東京は2センチぐらい積もるとの情報もあります。こんなに晴れてるのに。で、現在も秋田付近は新幹線遅れてるみたいです。マジ？はい、
京葉線はもう止まりそう。京葉線？京葉道路。あ、京葉線かな。京葉は止まりそう。京葉ってどこだ？日本海、明日は警告級。テレビでやってました。マジ？はい、やばいですね、ちょっとやばいな。大丈夫かな。とりあえずでも向かうしかないからね。なんという日の巡り合わせよ。もう本当運ですよね。うん、まさに。お、黒い桜が走ってる。気をつけてということです。はい、ありがとうございます。気をつけます。プラン B を考えておいた方がいいですよ。移動でも秋田までだと新幹線ダメだとしたら飛行機。飛行機は雪あんまり行かないですかね。あ、どうなんだろうね。ちょっと調べないとダメだね。今 JR の情報を公式で見てくださった方がいて、はい、秋田から先は始発から運休の可能性がありますと出ています。秋田から先、秋田新幹線は運行予定みたいです。おっていうことです。だからうちら新幹線は秋田新幹線だから、はい、とりあえずは運行は無事に着いたとして撮影ができんのかって話なんだよな。着いてそのまんま撮影する感じですよね。そう、着いてその日の昼間から撮影して、で終わって泊まって、次の日の朝から昼ぐらいまで撮影して帰る。この際エクストレイルで向かうとか。きついですね。それはきついな。今から出発するってのは確かにありますな。どうすればいいんだろう。困ったんや。最悪に一定ずらすか。そうですね。うわ、東京でも雪降るかもしれないっていう。かもしれないもんね。東京で雪積もっちゃうとまず東京駅まで行けないっていう可能性もありますよね。そうだよね。いや、今日に羽田20時20分行きの20時20分発のアナ秋田駅があるって書いてくれてる誰か。あ、でも、うん、羽田から秋田は今日の18時以降の便が運休です。ダメだ。撮影したやつ俺まだ見してないよね。あのチラッとだけ。すごいよ。俺が眉毛に雪がどんどん積もっていくっていう話してる俺が。あれすごいわ。逆にあの雪道の試乗動画としては説得力がありすぎる。確かに。こんなとこ走っちゃうんですかみたいな。
ばそうですね。やばそうですね。あさってはそうでもないみたいですけど、そうなんだ。いやーでも明日もう予定が組んじゃってるからな。本当だ、警告出てますね。警報が出てますね、今秋田で。あ、マジ？暴風雪警報か。暴風雪警報と波浪警報、波浪注意報、大雪、雷、低温注意報が出てます。秋田のどの辺なんですか？秋田駅近辺。あ、じゃあそんな海沿いではない。海沿いではないね。として26日1日で取れるようにするっていうことはできるのかな。なかなかに厳しそうだな。うちらあれだよ、26に撮影終わってから秋田から山形まで移動しなきゃいけなくて、それもダイレクトでは行けないから、秋田から仙台まで行って仙台からまた電車乗ってみたいな感じなので、結構時間かかるんでね。まあ、そこは入れればいいからいいんだけど、新千歳の上まで行って東京に U ターンしたのを思い出しました。辛いですね、それ。飛行機な。飛行機で着陸できなくて。はい、あ、東京に戻ってきたら暖かいです。12度あります。あるね、後ろもうが雪の雲っぽいです。あ、すごいよ後ろ。あ、本当だ。
っちゃう。そうです、ノーマルタイヤなので雪が降らないうちに。そうだよね。兵藤さんが家帰るまでは大丈夫ですね。専門ってなると相当厳しいよね。しかも雪国行きだからね。そうですよ、もう手段ないですよね。車すか自走ですか。兵藤さん大好きじゃん、それ。秋田まではありますね、運転したこと。マジ？はい。秋田のしかもかなり海側の大型村っていうところまで運転しましたね。どのくらいかかるの？9時間ぐらいかかる。でも休憩挟んだらもうちょいかかります。そうだよね。10時間11時間かかります。そうだよね、はい、仮にじゃあ明日車で行こうっつったって何時着くんですか。朝寝ても話夜ですよね。そうなんだよね。しかも雪ってなるともっと多分時間かかる。そうだよね。そして今夜から明日の朝までも、この東京も始発の運転状況がどうなるかですね。俺は中央線だからウェザーニュースで明日の秋田の積雪予想50センチになってます。すごいね。なかなかですよね。なかなかだろう。50センチってすごいよ。この間の稲葉城あれ何センチ積もったんだろう。あれも結構でしたけどね。いやあれもなかなかだったよ。だからあんぐらいの感じよりさらにすごいってことでしょ。そうですよね。しかも風が13メートルとか無理だろ。多分喋れないよね。風が強くて口開けたら口の中に風が入ってきて雪が風と雪がそう絶対無理。いいとかなんとか言ってる間に調布に着きました。秋田市は全然降らないですよ。秋田市民です。そうなんだ。じゃあ秋田市だったら大丈夫か、まあでも秋田市周辺で撮影ってことだと思うんだよね。ああ倒れました。じゃあ微妙、絶妙なあれだから乗っかる？乗っかった？あ通気が降ってきたらしいですね。おい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 、雪降っちゃってんじゃん。もう福岡は都市部でも大雪になってます。皆さんのところはどうですか？確かにそんな、あんな、そんなに風が強いとホワイトアウトしちゃいますね。うん。こないだほら、猪苗代行ったじゃん。猪苗代の、はい。あそこでホワイトアウトしたよね。はい。2回ぐらい上でなったし、俺下走ってる時もホワイトアウトしたんだよね。うん、みんなから待っててもらって走ってた時、はい、ね、ちょっと俺今日帰ったら秋田の方に電話して聞いてみようかな。まなぶさんにお願いなのですが、山内の運転手方教えてほしいです。カクカクハンドルが直らないです。それは力を入れすぎてんじゃないですか、切る時にね。え、力が入りすぎてんじゃない？もうハンドルもすでにカク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 ってするってことは、ね、あと目線近いと結構カクカクなっちゃいますね。あ、言うね。私がそうだったので。あ、
結構最初山道走るとき、やっぱカーブ多いところって目の前のカーブ見ちゃいたくなるんですよ ね。そうするとああってこう修正しちゃうんで、うん、できるだけ遠く見ようとする方がいい、方が治ります。俺もサーキットで目線近いんだよな。あ、家から手振ってます。え、どこどこだろう見えない、多分ここら辺のどっかだこっちかXJR さんでしょ。あ、そうですね、XJR さん近所だから。ごめん、分かんなかった。いやー、どこでも寒いみたいですね、今日は。ねえ、しかし日本列島が氷点下。しかし今4時で、あと1時間後ぐらいから雪が降ってくるとかもしれないですね。ねえ、いうちょっとにわかには信じがたいが、うん、確かにでもそこら辺の雲が、うん、気温的にはなんかそんなことはないんですけどね。えだって今気温12度になってるよ。そうですよね、うん、全然暖かい。天気もね、外れることもあるから外れる方向で行くといいんですけどね、うん、いつもだいたいなんかすごいあの天気荒れるっていう予報が出るとだいたい外れるのでその方向で行くといいんだけど、でもね、わかんないからね、こればっかりは。日が落ちたらどんどん低下しそうです、うん、こんにちは、オツです。もう終わり、もうそろそろ終わりだね、これね。そうですね、うん、だいぶ家に近くなってきました。もう200分以上やってますからねかなりの、かなりの長時間だよ。名古屋は5度まで下がってるって、うん、よいしょ。そしたらちょっと状況次第ではリスケする可能性もあると思っていただければと思います。でも向こうの撮影のニーズは雪道で撮影してほしいから、なるべく。そうなんですよね。今、視聴者の方がすれ違いました。お、今 BM アルピナだったかな、今乗った方がパッシングしてくれたんですけど、もしかして見てくださる方かなと思って手をこう上げたら向こうも来ました。ありがとうございます。あ、タカさん、ナイスパです。ナイスパです、ありがとうございます。タカさん、お疲れ様でした、ありがとうございます。お、秋田から拝見してます。お、マジですか。秋田どうですか、状況は。明日秋田行く予定ですけれども、その状況も、はい、今の状況を。秋田市内は大雪っても15センチぐらいですだといいね、うん、
秋田で無限シャンプーですけど、いやいや秋田では無限シャンプーはないから、多分普通のホテルだから、あの大浴場みたいなものは多分ついてないと思います。皆さんいろんなところで吹雪って言ってますね。マジ？はい。風がそういうのはやばいな。この間の猪苗代での撮影の風でも、あれでももう結構限界来てたからな。あれどころじゃないですよね、風速12はね、やばいよマジで、暴風だよ本当に、暴風雪か。だからようやく家に近づいてきました。そう、皆さんお探ししました。まあ明日行けるといいですね、これね。そうですね。うん、天気が外れる方向で、ちょっと願わないといけないなと思います。もう途中で切れたから結構あれだね。見てる人も一気にガクンっていなくなっちゃったね、ありがとうございます。まあもうちょうどね、今終わりにしようと思った瞬間にあの落ちちゃったんですね、 iPhone が。なのでまた復活させたんですけれども、まああと2キロぐらいで多分終わりになると思いますので、お復活ってね、すいません。これあれだよね、でもそのバッテリー切れてストップしてもまた復活、電池が復活すればその続きのストリームができるっていうのがすごい、ね、すごいですよね。そう、再開っていうねのがあるんで、で今ドコモでやってるんだけど、そっちが切れたからあのソフトバンクの方で開けて繋いでみたんだけど、そっちにはやっぱりストリームの記録は残ってないからね、やっぱり放送してた iPhone じゃないとダメっぽいですね、はい。さあ果たして明日は秋田に行けるのか、我々は。明日はね、撮影がまあ終わって、もし時間がちょっとあれば現場から少しできるかな、ちょっと分かんないな、微妙なとこですけれども、はい、あのもしできるようであればやっていきたいと思いますので。しかも今週はだから昨日から兵頭さんとこの女神湖行きましたけれども、はい、明日からは秋田と山形というですね、さらに2泊ハードですね、ハードな取材となりますので、で明日明後日は兵頭さんは浜さんの今度手伝いをしながらやってもらって、はい、明後日はホンダの試乗会なので、そこでまたまあちょっと撮影の手伝いしつつ、また乗れたら乗ると、はい、いうことでやりましょう。そうなんです、遠征なんです。今月はね、雪道だからもう1回猪苗代行って、2回目猪苗代行って、今日女神湖行って、明日秋田行って、明後日山形行ってみたいな感じで、計5回もですね行ってますので、はい、雪道シリーズがどんどんアップされていくと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まあこの時期ならではのですね、はい、はい、あの雪道ですので、まず第1弾として出るあの雪道は1月90に撮ったやつですけれども、これはすごいですよ本当にああ雪だなっていうのがね、存分に堪能いただけると思いますので、皆さんそこもよろしくお願いします。ちなみに私はだからその25、26が秋田で、26、27山形なんですけど、山形から帰ってきて、まあ兵頭さんはそのままお家帰っていただいて、27日はですね、私そのまま高砂さんとですねライブをしますんで、高砂さんはその日5時にあのヨーロッパから帰ってきますんで、でそのまま
27日ライブ、高砂さんの飛行機が遅れなければやりますので、はい、遅れてしまった場合はちょっと考えます。で28日に19日休めるのかな、忙しいな、まあ、あとは31は試乗会ね、はい、うん、30もなんか撮影があったな俺、結構いっぱい入ってます。なので引き続き皆さんチェックしていただければと思います。というわけで今日はこの辺りにしたいと思います。今日は兵頭さんの雪道練習から始まってゴミちゃんが途中で登場し、そして帰ってくるというところですけれども、今燃費ははいこちらです、リッター22キロでした、ドドン、はい、というわけで皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。また京都さん疲れてるよどうもよいしょ。